目の不自由な方へ音の出る信号機を、第16回 RCC ラジオチャリティーミュージックソーン。さあ始まりました、チャリティーミュージックソーンです。第16回リーダーとして皆さんと一緒にクリスマスを過ごさせていただきます、 RCC アナウンサーの原沢蓮香です。第一スタジオから始まりました。例年ですと私はスタジオの外から先輩たちの様子で見学させてもらっていたんですが、今回は今スタジオの中で一人でお送りしています。もうものすごいそわそわしていて、1時間でトイレに5回ぐらい行ったと思います。ちょっと緊張しています。まあ、でもですね、この第一スタジオもかなりスタジオの中きらびやかにクリスマスでございます。私の身長ぐらいのツリーを飾っていただいたりとか、本当にリースのふさふさとかキラキラしてます。スタジオがとっても気分が上がります。でもこうやって飾っていただいたりとかしてますけど、本当にミュージックソーンも今回で16回目ということで歴史もあります。もう私が RCC16 回目で小学3年生の時からミュージックソーンしているんですよね。なのでそんな歴史がありますが、でさらにですね、こんなにも準備をする中でたくさんの方が関わってこのミュージックソーンができているんだなっていうのを、もう徐々に実感してきました。ディレクターさんですとか、あとはこの装飾してくださったりとか音声してくださってる技術の皆さんとか、あとは取材して今回もパーソナリティの皆さんがお伝えしてくれますけど、その皆さんとか営業の方とか、あと金融機関の方とか募金をしてくださる皆さんとかリスナーの皆さんとかで、目の不自由な方にも今回取材をたくさんさせていただきました。本当にこの多くの方が力を合わせてこの24時間のチャリティーミュージックソンができているんだなというのを本当に実感しております。で今回はその先頭に立たせていただくということで、大変光栄だなと素直に嬉しく思います。そしてもう責任もビシビシと感じております。でこの準備の段階でも本当にいろんな方に助けていただきました。もうちょうど昨日も会社に来たら馬越ディレクターにミュージックソン歌うけど大丈夫そうって言っていただいて、今でも本当にたくさん練習したので大丈夫だと思いますって言ったら、ちょっと歌ってみてってなって歌ったんですけど、ちょっと私が合ってると思ってた音程とリズムがなんか若干違ったらしくて、そんな今まで練習してきたのにと思ったんですが、急ピッチで本当にディレクターさん今ものすごく忙しい時期で1秒も無駄にできないんじゃないかっていう時期なんですけど、もう全曲4曲ぐらい歌うんですけど、全部の曲練習を付き合ってもらって、で急ピッチで修正していただきました。なので今日もステージで歌わせていただきますが大丈夫かと思います。なので皆さん楽しみにしていてください。でまあ、こうやってアナウンス部でも一番私は後輩で、何かと先輩方とかディレクターの皆さんに、あとリスナーの皆さんにも励ましの言葉をいただいたりとか、なんか応援していただくことが本当に多いんですよね。まだなんですが、今日は応援する側になりたいと思っています。でまあ、前向きに頑張っている目の不自由な方もたくさん今日明日と出演してくださいます。ぜひリスナーの皆さんに応援したいって思う方を一人でも増やせたらなと思っています。リーダーとしてたくさん学びながら張り切ってお送りしていきます。さあ今年のテーマなんですが、今笑顔が集まる時です。 G7 広島サミットが開催された2023年、各国首脳が笑顔あふれる世界のために議論を行いました。また新型コロナウイルスが5類感染症に移行した今年、4年ぶりにマスクを外して笑顔が集まることが皆さんもたくさんあったんじゃないでしょうか。今年はラジオで、会場で、ネットで溢れる笑顔満載でお送りできるように頑張っていきます。さあそれではスタジオの外にも笑顔が集まっている場所があるんじゃないでしょうか。呼んでみましょう。夢タウン広島の田村さん。はい、皆さんこんにちは、 RCC アナウンサーの田村ゆりです。そしてはい、広島吉本芸人のメンバーの牛尾圭太と、メンバーのメンバー山口大地です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お
客様が集まってくれております。お盛り上がってますね、はい、この拍手聞こえますか？聞こえます、皆さん盛り上がってますか？いやすごい、いやすごい、おいいですね、聞こえますよ。そんなにはいないんですけれども8000人ぐらいいます。いや盛り上がってますよね。盛り上がってます、うん、はい、こちらではですね、夢タウン広島1階ウエストコートにある特設ステージに来てるんですけれども、はい、午後1時からステージでイベントがスタートします、はい、つまりまだ1時間前なんですけど、もうお客さん集まってきてますよね。8000人、8000人、すごい数ですね。2階3階の皆さんもありがとうございます。ふけふけから見てくださってますね。そうですね、たくさんの人たちありがとうございます。お買い物中の皆さんもありがとうございます。こんにちは、今生放送やってます。ステージの周り以外からも手を振っていただいてありがとうございます。唐沢さん緊張してないですか？大丈夫ですか？とってもしてますけど大丈夫です。とってもしてる、はい、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう、はい、お願いします。この後はですね、盛りだくさんの内容となってるんですけれども、そうなんですよ、はい、今日はあの音楽の生演奏があったりだとか、うん、あとはまあカープの選手、はい、サンフレッチェの選手も、駆けつけてくれてトークイベントあったり、うん、さらに我々の先輩もう中学生さんも、うん、広島に来ていただきましてネタの披露なんかもしていただきます。さらに我々メンバーのネタもやらせていただくということなんで、はい、盛りだくさんの内容となってますよ。そういうことです。はい、いや、今日早くから席を取ってくださってる皆さんは、はい、そういったカープの遠藤選手のファンだったりとか、あ、遠藤さんの、はい、早くから来てくださっております。いや、待ちに待ったという感じなんでね、はい、楽しみですね。そして夢タウン広島1階ウエストコートにステージがあるんですが、そのすぐそばでは、はい、広島女学院高校、広島競争高校から学生ボランティアの皆さんが募金の呼びかけを手伝ってくれています。はい、その中からお三方にちょっとお話を伺いたいと思います。まずはそれぞれ自己紹介をお願いしてもいいですか？競争高校の2年飯沖三鷹です。はい、拍手ありがとう。そして広島女学院高校1年の竹内真子です。よいしょ、お願いします。競争高校2年、井出迫歌乃です。よろしくお願いします。活動ということでね、でそうさ、皆さんは普段から部活動でこういった活動されてるんですよね？はい、私たちはそれぞれの学校でボランティアを中心に活動する部活に入っていて、今日はその活動の一環で募金活動をやっております。素晴らしい、すごい。今日の意気込みとかどんな思いでやるか教えてもらっていいですか？音の出る信号機を作れるように募金でたくさん集めたいと思います。竹内さんはどうですか？自分も、たくさん募金をしていただけたらと思います。ありがとうございま す、ね、さっきから大きな声で募金を呼びかけてくださってますので、はい、そうですよね、そうなんです。ステージの周りでたくさん高校生の皆さんが募金呼びかけてくださってますので、はい、皆さんぜひお近くにお越しの際はステージを見に来て、はい、そして募金にもご協力いただけたらなと思います。お願いいたします。さあ始まったばかりのミュージックソンなんですが、唐沢さん、はい、5時からはこのステージで午前様様メンバーによる公開生放送もあるんですよね？そうなんですよ、楽しみです。歌とかも歌わせていただきます。おー、あー、そうですか。はい、唐沢さんの生歌も聞けちゃう？はい、聞けます。楽しみにしててください。大丈夫ですか？さっきあの練習ではちょっと大変そうだったみたいな話がありましたけど、いや、もう昨日の夜帰って急ピッチでたくさん練習しました。そんなんで大丈夫ですか？大丈夫だと思います。間に合うんですか？それでもう完全に仕上がってます。本当ですか？歌詞はバッチリですか？バッチリです。歌詞カード見ない？それはちょっと分かりませんが、見る可能性もあるの？いや、見ないように頑張ります。頑張りましょう。あと、はい、メビウスの皆さんも来てくださるんですよね？そうなんですよ。うん、こちら楽しみですので、はい、私たちもそれまでステージ盛り上げておきましょう。そうですね、はい、温めておきますんで、唐沢さん、はい、もうポッカポカに。長丁場大変ですけど頑張りましょうね。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします、はい、お近くの皆さん、ステージ公開生放送見に来てくださる皆さん、今年も募金のご協力よろしくお願いします。お願いします。この後1時からステージイベント始まります。ありがとうございます。学生ボランティアのお三方もクリスマスイブにありがとうございます。さあ、大変ステージも盛り上がってきていましたけれども、ぜひ皆さんも夢タウン広島に会いに行ってください。
で、スタジオの様子が見られる動画配信も今年やります。で、今年はですね、午前様様メンバーで担当する午後夜9時から深夜1時のパートのみ配信を行います。 RCC ラジオチャリティーミュージックソンのホームページからご覧いただけますので、ぜひお時間になりましたらチェックしてください。さあ、それでは改めてお伝えします。 RCC ラジオチャリティーミュージックソンは、目の不自由な方へ音の出る信号機をお合言葉に、皆様に募金のご協力をお願いしています。ミュージックソンはミュージックとマラソンをかけた造語です。 RCC を含めて全国で11のラジオ局が、目の不自由な方への募金を目的として同時に放送するクリスマスの特別番組で、 RCC は今回で16回目となります。さて、番組では皆様からのお便りをお待ちしています。お便りのテーマは今年の番組テーマと同じです。今笑顔が集まる時で募集しています。新型コロナウイルスが5類感染症に移行した2023年、久しぶりに笑顔で集まれた親戚や仲間とのエピソード、ぜひぜひお寄せください。そしてですね、クリスマスソングのリクエストもお待ちしています。エピソードを添えてぜひお寄せください。またラジオを聞いてくださっている目の不自由な方からもお便りをお待ちしています。テーマの他にも、ラジオを通して伝えたいこと、街で声をかけられて嬉しかったことなど、私たちに教えてください。宛先です。メールは radio@rcc.net、 radio@rcc.net、ファックスは 082-221-3300、 082-221-3300 までお願いします。ぜひぜひ皆さん、お便り、たくさんご紹介したいと思いますので、お寄せください。よろしくお願いします。さあ、ここで昨年の実績お伝えします。昨年2022年もコロナ禍でのキャンペーンにもかかわらず、およそ750万円もの錠剤が集まりました。で、おかげさまで県内3カ所に音の出る信号機を設置することができました。これでですね、チャリティーミュージックソンでお送りした音の出る信号機は県内合計42カ所となりました。皆様ご支援、本当に本当にありがとうございます。では募金のご案内です。募金箱は広島県内の夢タウン、夢マート、レクト、そして RCC 本社ロビーなどに設置しています。チャリティーミュージックソン放送中には、夢タウン広島、夢タウン呉、レクトの3カ所に募金カウンターが設けられています。RCC ラジオのスタッフが募金を呼びかけていますので、お出かけの際にぜひぜひご協力お願いいたします。さあ、ではここでですね、もうすでに募金をいただいておりまして、24日クリスマスイブの今日正午現在の募金金額発表します。なんと28万5100円もの募金をすでにいただいております。本当にありがとうございます。皆さん、本当にすでに募金にご協力いただいてありがとうございます。まだまだ呼びかけていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、さらにですね、今回お買い物を通して募金をしていただくこともできます。24日今日と明日25日の2日間、広島県内の夢タウン、レクト、夢テラス、祇園など合わせて16店舗で対象となる食品をお買い上げいただきますと、売上の一部がチャリティーに寄せられます。対象商品は50点となっています。詳しくは県内の夢タウン、レクト、夢テラス、祇園などの店頭でご確認ください。また口座振込でも募金いただけます。広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫、広島市信用組合、広島県信用組合の各店で手数料無料で振り込みができます。その他にもですね、スマートフォン、そしてパソコンを使ったキャッシュレス募金にも対応しています。ソフトバンクのつながる募金、広島銀行のコイペイ、ドコモの D 払いはいつでもどこでも募金をしていただくことができます。詳しくは RCC ラジオのホームページをご確認ください。なお、皆様からお預かりした募金の取り扱いについては、セキュリティ対策を万全にして厳重に管理しております。寄せられた募金は、目の不自由な方の生活を応援するため、全額音の出る信号機の設置費用として使わせていただいております。引き続き皆様からの温かいご支援、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは RCC ラジオチャリティーミュージックソンのテーマソング、
メロディーお聴きください。まずお送りしたのは RCC パーソナリティーズでメロディーでした。目の不自由な方へ音の出る信号機を、 RCC ラジオチャリティーミュージックソン本社第一スタジオから生放送でお送りしています。RCC アナウンサーの横山雄二です。メールはラジオアットマーク RCC.net、 RADIO@RCC.net、 ファックスは 082-221-3300。 番組へのメッセージお待ちしています。RCC ラジオチャリティーミュージックソン、目の不自由な方へ音の出る信号機を、お合言葉に本社第一スタジオから生放送でお送りしています。さあ、今年のミュージックソンも RCC ラジオのパーソナリティが目の不自由な方に取材をしてレポートしてくれることになっています。まず最初は小宅さんとアナウンサーです。よろしくお願いします。カラサの同期の3年目小宅さんとです。よろしくお願いします。なんかちょっと表情固くないですか。いや、なんかこうカラサアナウンサーが緊張してるから、こう僕がこう行くことによってちょっと安心感与えられればなと思ったんですけど、はい、オープニングからまあ20分ぐらい見守ってて、はい、見守ってくれました。そう、緊張がね映っちゃった。なんかこっちも緊張しちゃってなんかすいません、緊張の風が吹いてきた感じがしますけど、うん、ね、同期一緒に頑張っていきましょう、はいはい、今日はじゃあ何を取材してきてくれたんでしょうか。はい、今日はですね、私あの9月末にちょっと前になるんですけど、はい、あの広島市の東区へさか専属にあります広島中央特別支援学校で行われたバスの観察授業っていうのを取材してきたんですね。はい、でこれがですね、あの中国 JR バスから1台のバスが学校に実際にやってきまして、幼児児童そして生徒の皆さんがバスを外からも車内からも観察して触ってみて、こうさらに乗車体験をするっていう授業なんですけど、はい、こう普段こう僕たちもなかなかこうバスに乗ることはあっても、うんうん、こう間近でこうどこにこう何がついてるかとか、はい、こうあの運転席とか見ることってなかなかないじゃないですか。そうですね、それこそあのバスとかってやっぱり普段だったら並んでたりするので、はいはいはい、触ったりっていうのはちょっと難しかったりもしますよね。とっても貴重な体験だったと思うんですよね。はい、で、まあ、これがこう視覚に障害あるこう幼児そして児童生徒の皆さんが理解することっていうのをこう目的に、そのバスの構造だったりをね、うん、っていうのが行われたんですけど、はい、あの幼稚部から高等部、本当にもう年齢バラバラ、理療科の方までさまざまな年代の方が時間をずらして授業に参加していました。はい、でこの体験授業の内容についてちょっとご紹介するんですけど、うん、まずはバスの観察、まあ、触察ですね。具体的に言うと、こうバスについてるインターホン、これインターホンってどこにあるかなとか、あ、降りますっていう時のボタン、まあ、降りますっていうボタンももちろんなんですけど、はい、まあ、インターホンっていうのもありまして、まあ、ちょっとこれも後ほど紹介していくんですけど、例えばタイヤの大きさっていうのを実際に触って確かめてみたりとか。ああ、触ったことないです。バスのタイヤって大きいじゃないですか、はい、あれ触ってみたりとか、発見機とか運賃箱の場所をちょっと覚えてみたりとかね、で、まあ、バスに実際に乗ってみる。でこれが実際にこう学校の前に広いスペースがあるんですけど、はい、こうバス、こう銅像とかこうちょっとしたこう目印になるところをバス停に見立てて、うん、実際にこうバスを運行するんですよ。あ、なるほど、学校の中をバス停いくつかに見立てて、 そこで乗り降りの練習をするわけなんですね。はい、で、まあ、他にも運転席だったり普段乗れないところに乗れたりとか、うんうん、で単眼鏡っていう、こう小さいこう単眼鏡を使ってバスの行く先の表示っていうのを確認する練習なんかもするんですが、あ、拡大して見られるですか。そうそうそう、そういうのを使って見るっていう方もいらっしゃるんですけど、はい、まあ、早速になるんですけど、先ほどもおっしゃいましたインターホンっていうところなんですけど、実はバスにですね、あの乗車口付近に設置されているインターホンっていうのがありまして、まあ、もちろんご存知の方もたくさんいらっしゃるとは思うんですが、はい、乗車口にあるインターホンを通じて、運転席にいる運転手さんと一緒に会話ができるって唐沢アナウンサーご存知でしたか。え、知らなかったです。そうなんですよ、これね、知ってる方はもちろん多いと思うんですが、僕も初めてその体験授業でインターホンが乗車口についてること知ったんですけど。あ、そうなんですか。そうなんです。じゃあそれぞれの出口とかについてるんですか。うん、そうなんです、まあ、出口、そうですね、乗り場とか降り場についていて、はい、こうバスに乗るのを手伝ってほしい時だったりとか、うんうん、行く先が知りたい時とか、まあ、視覚障害者の方だけじゃなくてどんな方にとっても役に立つ設備になってまして、はい、ボタン一つで運転手さんと一緒に話すことができるんですね。うんうんうん、で、まあ、ただインターホンの存在に気づくことはもう視覚情報になるので、今回初めてインターホンの存在を知った方も多かったということもあるんですけど、はい、体験授業の中でも中国 JR バスの方が生徒さんに説明されていました。ちょっとこれをお聞きください。
スピーカーはここ。ここにマイクが。これ。言ってみて。浜田さん。で、乗り口の左側にスピーカーがあって、右側にマイクがある。このそこね、そこがマイク。あ、実際に使って確かめてる様子が聞いて分かりましたね。そうなんですよ。 JR の方のこういろいろ指導のもとでいろいろインターホン使ってみたりとかするんですけど、まあそうなんですね。でこうなかなかこう大きい声でね、もちろん運転手さんに聞いたりとか、はい、その質問することはできるんですけど、うんうん、まあ誰でもね、やっぱそうやっていつでもこう大きい声で運転手さんに質問できることってないと思いますし、そうですね、どうしてもちょっと緊張したり勇気が出せない時ってあるじゃないですか。はい、それこそ私、うん、結構必ずと言っていいほど不安なので行き先が、うん、はいはい、運転手さんがいらっしゃる前の席まで行って、うん、これってどこどこ駅止まりますかって確認してから乗ることが割と多いんですけど、ありますよね、はい、前まで行かなきゃいけないし、うん、ちょっとその勇気もいる、話しかけるのに。そうなんです。っていう中でね、あるんだ、はい、でバスを通学している生徒さんに実際に話聞いたんですが、ちょっとこれも聞いてみてください。インターホンが乗り口にあることって最初から知ってましたか？いや、もう知らなかったですね。全然知らなかったです。あってとても便利だなって思いました。僕だと大きい声で聞くの苦手なんで、本当インターホンで聞く方がね、ありがたいですね、はい、学校自力で通学してるんですけど、その練習の時とかに教えてもらいました。でもそれまでは知らなかったです。バスって乗る時にドア開いた時にどこ行きですって喋るじゃないですか。それが聞こえなかった時とかはインターホンで確認して乗ったりはします。確かにその一瞬のどこどこ駅で降りますっていうのを聞き逃した時とか使えるんですね。でこれがまたこう視覚障害を持った方っていうのも、はい、やっぱり実際にインターホンの存在知らなかったっていう方も結構質問で多かったんですよ。はい、ってことはやっぱりね、やっぱ世の中で言ったら絶対知らない方も結構多いはずじゃないですか。はい、私も知らなかったです、うん、僕も初めて知ったんですけど、まあね、こうやってバス通学しててもインターホン知らない方もいた中で、まあ、今回の体験授業を通して知ったということで、少しでも通学が便利にねこれでなってればいいななんて思ったんですが、うん、さらにねこう皆さんインターホン以外にも初めて知ったこと、そしてこれまでバスを利用する中で知らなかったことっていうのを教えてもらいました。実際乗ってる時に、その例えば押しボタンとか見えないので結構探したりとかするんですけど、手すりのところと壁のところに2つぐらいで大体限定されてるので、まあ、それが今日結構触って学べたので、今度からその辺を中心に押しボタンを探していきたいなと思います。まあ単価上でお金のことを近くで見たら何円払えばいいかが分かったので、乗るときは近いところに座った方が分かるとは分かりました、うん、ちょうどタイムリーに今年からバスに乗る歩行訓練を厳しく優しくしていただいておりますんで、ちょうど止まった状態のバスを見せてもらって改めてこう実感が湧いたんでよかったです。タイヤの位置とかの関係もあるので段差が多かったり一人席か二人席かっていうのもあったりするので、足元ちょっと気をつけた方がいいのかなって、今日把握できてよかったです。本当これだから実際に触ったりできて、はい、実際にこのバス通学をしている方たちにとってはものすごくいい経験になりましたよね、うん、きっと。そうなんですよね、まあ、学校通っている中でこう自分でバスに乗ってもともと通学をされている方とか、まだこうバスに乗る機会が全然ないっていう方もまあそれぞれいらっしゃったんですけど、はい、今の話にもあったように、こうまずは押しボタンがどこにあるかっていうのをまず確認しないと、降りる前にもちょっとこう不安があったりするじゃないですか、はい、うん、それってやっぱ実際にこう皆さんこう普通のお客さんとして乗る時じゃなくて、こういう体験授業の中でそういうのを確認することによって、あ、ボタンはここにあるんだなってこう次からこう安心して乗ることができますよね。そうですね、うんうん、だからこそなんかこうこういう授業ってとってもこう大切ですし、皆さん本当にこう、うん、あ、なるほどねみたいな、ちょっとこう今回こうやって実際に授業の中でバスに乗れたことによって、はい、ちょっとこれからもっともっとバスに乗ってみようかななんていう声もたくさんあったんですが、うんうん、まあ、さらに私たちが普段利用している中でも思いもよらないような新鮮な気づきを話してくれたっていう人もいたんですよね。なんか後ろの席ってそのちょっと高いから乗り心地も悪いのかなって思ったけど、思ってたより乗り心地も良かったし景色も良かったからいいなって思いました。
普段座るのはどの席なんですか？やっぱり前の方が多いです。降りる時にすぐ降りれるし、乗った時にやっぱり前の方が目につきやすいっていうのがあります。思ったよりいろんな工夫がありました。運転席の後ろの席が仕切りがあったり初めてしました。前までタイヤでその盛り上がっているところとかがなんで盛り上がってるんだろうって思ってたんですけど、実際今日タイヤっていうのも分かって、4この端っこのところは盛り上がってるんだなって思うので、その席に座るときもつまずきにくくなるんじゃないかなって思います。確かに、そっか、だから前とバスって後ろの構造がちょっと違ってたりしますけど、はいはいはい、後ろにあんまり行ったことがなかったっていう。そうなんですね。だから結構みんなまず後ろに座りたいっていう風に乗ってから後ろの方行ってまして、へー、まあ、こう僕たちだったら普段バスに乗るときこうタイヤのところにこうボコってこう盛り上がってる席があるじゃないですか。そうですね。やっぱあそこ座るとちょっとこう足元荷物置きづらかったり、あちょっと狭いななんて思うぐらいではあるんですけど、うんうん、はい、やっぱりこう視覚に障害があったりとかなかなかバスに乗らない方からするとやっぱあれを知らずに乗ってしまったらこう、うんうん、車内で転んでしまったりとか、はい、そういったちょっと危険なこともあるじゃないですか。そうですよね。よかったですね。だからこの機会に後ろに行って、うん、あこうなってるんだって実際に触って分かる機会になったってことですよね。そう、本当に後ろの席に座ってみたり前の席に座ってみたり、こうはたまたこう全てのこう押しボタン押してみて、あここにあるんだ、手すりにあるんだ、壁にあるんだってチェックしてみたりとか、うんうん、まあ、ちょっと人によってはね運転席に乗ってちょっとこう楽しんでみたりとか、なかなか乗れない、なかなかねできない体験ができたわけなんですが、まあ、そういったものも全て含めてちょっと皆さんの感想もまとめたんでお聞きください。楽しかった。なんか乗った感じが気持ちよくてなんか良かったです。運転席にも座らせてもらってたけどどうでしたか？なんかあの席が高くてなんかめっちゃかっこよかったです。今まで知らなかったバスのことがたくさん知れてよかったです。いつも乗ってる車とかにはない表とか機械とかじっくり触ったりできてよかったです。バスをじっくり近くから見るのは初めてで驚きなことがいっぱいありました。いろいろな特別な席とか運賃表とかをじっくり見て、こんなところにこんな機能とか表があるんだなっていうことが初めて知れたことです。普段の通学は今はちょっと車なんですけど、うん、そろそろ自力でできるように今練習してるところですね。もう本当いろんなところ行っていろんなところ旅してみたいです僕は。いや、なるほど。もうなんかそれで行動の範囲が広がったりとかしましたよね、きっと。そうなんですよね。実際にこう今聞いていただいたように楽しかったとか初めて知ったことがあったっていう声がとっても多くて、この気持ちがあればね、バスに乗ることに対するハードルが今までよりも下がるんじゃないかなっていうふうに僕も感じたんですが。あ、そうですね。で、また今回の体験授業で皆さんにこう説明をされていた中国 JR バスの方にもお話伺ったんですが、気をつけてはいても視覚障害者の方が乗車したことにまず気づかないっていうこともあるらしくて、はい、やっぱり日頃から周りを気にしておけば、こう自分もね何かあった時に助けてもらうことがきっとあると思いますし、お互いに気持ちよく利用できるんじゃないかなっていうふうに僕は今回の授業で思いました。うん、確かに、私もよくバスに乗る時はいはい、携帯電話とかばっかり見てしまったりするんですけど、でもちょっとだけなんか周りに目を向けたらもしかしたらちょっと困ってる方がいらっしゃったりとか気づけるのかなって今回の聞いて思いました。はい、はい、どうでしたか、取材してみて。やっぱりこう実際にこう不安を持っている方とかね、そういうのをこう間近でこう授業で見ていく中で、やっぱりこう何か大変なんかこう困っている方がいたら助けようっていうふうにはもちろん自分の意識の中ではあったんですけど、なんかもっとそれ以上にこう誰かね困っている方がこう周りでこう声を出せないっていうパターンもあると思うので、誰か困っている人がいるかもしれないってい こう気持ちを持って、まずはこう乗車した時に周りを見回すこと、これがすごく大事だと思いまして、はい、こういう意識をなんかこう一人一人が持ってパッて乗った時に誰か困ってる人いないかなってこうパッて周りを見回すことで、そういった方が少しでもこうね助かる世の中になっていくんじゃないかなっていうふうに思うので、ちょっとこれからは電車に乗る時、バスに乗る時、こう公共交通機関にね乗る時には、実際に困ってる方がいないかなってちょっとこう周りを見回すっていう癖をつけていこうかなって今回の授業を通して思いました。そうですね、ほんのちょっとの心配りだったらできるなって私も思います。はい、はい、この時間は小宅アナウンサーがバスの乗車体験についてお届けしました。
ごめん、めっちゃ緊張したわ。ごめん。じゃあそれではここでレクトの募金カウンターを読んでみましょう。ラジオカーの林さん、はい、小野さん、稲葉さん。林だよ、小野だよ、稲葉だよ、黒沢だよ。皆さんメリークリスマス。皆さんありがとうございます。はい、ということで私たちはですね、広島市西区大木にありますレクト1階夢食品館の前の募金カウンターにいるんですけども、はい、私たちラジオカーですね、2時間ほど前に到着しまして、募金の呼びかけを行っているんですけども、はい、もうすぐ目の前が食品館ということで、はい、もうクリスマスケーキ注文された方の長い列だったりとか、はい、またですね、クリスマスの時期を持った方、まあ、大きなプレゼントを持たれた方など、うん、もうものさたくさんの方いらっしゃいます。本当ですよね。今年はこの日曜日のクリスマスイブということで、もちろん人通りも多いんですけれども、子どもさんの姿も目立ちますよね。そうなんですよ、はい、で私たち2時間ほど前到着して募金の呼びかけを行っているんですけども、募金のご協力もたくさんの方にもすでにしていただいているんです。こちら募金箱なんですが、もうずっしり重たい音も聞こえると思うんですけども、またこちら募金カウンターとは別にカインズの前にも大型募金箱設置されていますよね。はい、そうなんです。あの、私たちもね、よく中継でお世話になります大きな募金箱ですけれども、まあ、それちょっとだけ覗けるような、まあ、穴が開いてるんですよね、はい、ちょっとこっそり覗いてきたんですけれども、はい、もう本当に想像以上にたくさんの募金を入れていただいていて、もう私も本当になんかちょっと、もう本当に初っ端なんですけども、じんときましたね。本当にありがたいなと思うんですけども、ラジオカー1年目、稲葉さん初めての参加ですけども、どうですか。はい、いや、とにかく人の数の多さにびっくりしているのと、皆さん安くない額をこう結構募金してくださるのに、すごい嬉しい気持ちになりました。いや、本当にありがたいなというふうに感じますけども、初めての参加といえば、私たちと一緒にですね、先ほどから大きな声を出してくださっています山陽女学園高等部インターアクト部の皆さんもいらっしゃるんですよね。皆さんメリークリスマス。メリークリスマス。はい、もう明るい声で募金の呼びかけを行ってくださってますけども、最初はですね、皆さん大きな声を出すことも恥ずかしそうにされていましたが、今ではどうですか。たくさんの方に募金にこう協力してもらって、すごく楽しくやらせてもらってます。楽しくやらせてもらってますということですが、初めての参加ということですけども、はい、実際に募金この呼びかけ行ってみていかがですか。たくさんの人に協力してもらって、いろんな方に募金していただけるのでとても嬉しいです。嬉しいですよね。またね、募金をしてくださった方から頑張ってねという声も先ほどからねかけていただいたりもしてますけども、どうですか、声かけてくださったときどんな気持ちですか。なんか実感がすごい湧くので、やってよかったなって感じることができました。そうですね、やはりこの募金活動を始める前と今始めた後、実際にされてますけども、では気持ちに何か変化ってありましたか。もともとやりたかったので、こういう活動を、はい、やってみて楽しいし、なんか達成感みたいなのがあります、はい。この後もね、まだまだ募金の活動呼びかけを行ってくださるということなので、頑張ってくださいね。ありがとうございます、頑張ります。ということでですね、山陽女学園高等部インターアクト部の5名の方にお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、小野さん、はい、もうたくさんの呼びかけ、若い力でも行ってくださってますけどもね。私もちょっとこれから見習いたいぐらいの明るい爽やかな声で呼びかけてくださってますよね。確かに。もう改めてなんですが、こちらの場所の説明お願いします。わかりました。こちらでは広島市西区大木レクトの1階夢食品館横の1階にカウンターを設置しています。こちらではですね、この後夜7時まで私たち、まあ、募金を呼びかけているということなので、はい、お近く通られた方、お買い物されている方、そして、まあ、わざわざ来てくださってももちろん構いません。皆さん本当にたくさんのご協力をよろしくお願いします。ということで、スタジオにお返しします。ありがとうございます。山陽女学園の皆さんも本当に元気はつらつで呼びかけてくださってありがとうございます。この後も一緒に頑張っていきましょう。さあ、それでは続いて夢タウン呉です。宮本さん、福山さん、はい、こんにちは。こんにちは。
私たちは呉市宝町にあります夢タウン呉に宮本と福山が来ております。はい、よろしくお願いします。お願いします。もうクリスマスイブの日曜日ということで、普段に増してお客さんがいらっしゃって大変にぎわっているんですけれど、こちらもですね、店内の装飾もリースがたくさんあったり華やかで、それからさっきクッキーで作られた30センチぐらいのツリーもあったりと、もうクリスマスムードが漂っていて、私たちもワクワクした気持ちでいっぱいです。そして正午からスタートしたこのチャリティーミュージックソンなんですけれど、始まる前からですね、もうたくさんの方々が立ち寄って募金にご協力くださっています。夢タウン呉の募金カウンターが2階の入り口すぐということで、とっても分かりやすい場所なので、皆さん興味を持ってくださったり、それから頑張ってねと声をかけてくださったりして、なんかこう一体感があって活動を一緒に盛り上げてくださっているんですよね。そして盛り上げてくださっているといえば、 RCC ラジオのメンバーと一緒に呼びかけをしてくれている高校生の皆さんも集まってくれています。ここからはでは福山さんお願いします。はい、ご紹介させていただきます。広島県立温度高等学校文化探究部ボランティア班の皆さんが今日は駆けつけてくれました。皆さんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、代表してですね、2年生の本田奏太さんにお話を伺いたいと思います。本田さん、ボランティア班の皆さんは普段どんな活動をされてらっしゃるんですか？はい、校内の花壇に花植えをしたり、水やりをしたり、校内の校庭の清掃をしています。またラオス、カンボジアに絵本を送る運動に参加しています。温度高校で行う地域交流グランドゴルフ大会にも参加しています。温度一周駅伝大会の運営スタッフ、大浦崎海岸で小学生が稚魚の放流を手伝ったり、海岸清掃をしています。すごい、今聞くだけでも、ね、たくさんの活動をされていらっしゃいますし、地域に、ね、出て自分たちの得意なことを教えたり、地域の方に来てもらって教わったりと、すごくもう皆さんたくさん活動されてるんですね。はい、そしてそんな中ですね、今日は夢タウン呉で RCC ラジオチャリティーミュージックソンの募金活動にも参加していただけるということなんですけれども、今日はどんなお気持ちで参加してくれたんですか？はい、募金活動を初めてするのでとても緊張しますが、はい、少しでも多くの音を出る信号機を設置したいと思い参加しました。実際にね、コロナ前までは皆さんいつもご協力いただいていたということなんですが、今年はね、久しぶりの参加ということを伺いました。まだ募金活動が始まって1時間ほどになるんですけれども、実際に夢タウン呉での募金活動参加されてみていかがですか？はい、私たちの呼びかけに対して立ち止まって募金していただきました。とても嬉しく思いました。はい、これからも頑張っていこうと思います。はい、今日と明日の2日間、こちら夢タウン呉から募金を呼びかけていただけるということなので、最後に本田さん、意気込みを聞かせてください。はい、募金活動が初めてでとても緊張していますが、少しでも多く募金していただいて、音の出る信号機を設置できるように一生懸命頑張ろうと思っています。温度高校ボランティア班一同一生懸命頑張りますので、皆さんご協力お、ね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日明日と2日間ご協力いただきます。皆さん募金活動どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、改めて夢タウン呉の募金場所などについて宮本さんお願いします。はい、改めて夢タウン呉店内の募金カウンターの場所をお伝えします。夢タウン呉2階の JR 呉駅方面連絡通路入り口からお店に入ってすぐです。とっても目立つ、分かりやすい大きな募金箱も設置してありますよ。そして私たちまた1時20分くらいから夢タウン呉の様子をお伝えしますので、ぜひ聞いてください。では皆様、募金のご協力をよろしくお願いします。それではスタジオにお返しします。ありがとうございます。ボランティアの温度高校の皆さんもクリスマスイブにありがとうございます。一緒に頑張っていきましょう。さあ、ではここでお便りをご紹介します。ラジオネームかずきちさん、今年もミュージックソンがやってきましたね。今年は唐沢廉華さんがメインということで、どんな24時間になるのか今から楽しみです。仕事中なので聞ける時間には必ず聞きますよ。明日の公開放送には有給を取って駆けつけます。ありがとうございます。体調などには気をつけて24時間駆け抜けてください。頑張れんか。ありがとうございます。お待ちしています。明日10時20分から夢タウン広島でこのフィナーレをしたいと思っています。あ、フィナーレをすることになっています。さあ、そして秋生まれのおばちゃんさんから、
唐沢さん、いよいよ始まりますね。初めての大役で緊張されているかもしれませんが、群馬の高山村のご両親やご家族もきっと聞かれていると思うし、私たちリスナーがみんな応援しています。心強いです。唐沢さんの座右の銘はなんとかなる、なんとかするでしたし、いつもの迷路カップ快活な唐沢さんなら絶対大丈夫です。楽しんで頑張れんか。ありがとうございます。この頑張れんかもそうですし、いつもお便りをいただいているリスナーの皆さんからいただくと、なんか本当心強いですし、ちょっとほぐれる感じがしますね。もう最初からものすごい緊張で、もう寒いはずなのに手汗も止まらないんですよ。ですがちょっとほっこりしました。さあ、そしてテーマに関してもいただいております。今笑顔が集まる時で募集していますが、ヨーグルト大好きさんから、横断歩道を渡る時にドライバーの方からどうぞどうぞと手招きをしてくれた時です。そうですね、本当こういうちょっとした優しさがもう記憶に残ったりとか、ありがたいなって思いますよね。さあ、そしてくるくるパーコさんから、メリークリスマス。笑顔が集まるといえば、先日2年前のクリスマスイブに旅立った父の三回忌法要があり、父の愛した家族や親族が大勢集まり、思い出話をしながら飲んで笑って賑やかに過ごしました。人が集まることが大好きだった父もきっと笑顔で見守ってくれていたと思います。唐沢さん、明日の正午まで笑顔で駆け抜けてくださいね。ファイティン。ありがとうございます。そうですよね、この親戚とか家族が集まるっていうのも本当に私も久しぶりだったなってこの1年間思いました。それこそこの前、ちょっと前に帰省群馬県にしたんですけど、その時に4年ぶりぐらいに祖父母に会ったんですよ。だから、ああそういえば全然会ってなかったなと思いましたし、やっぱりちょっともう75歳超えてたりするので、その4年間会わないうちに、あちょっとお年を重ねたんだなっていう風に思ったりして、あこれ会える時にちゃんと会って、それこそ笑顔で会話したりとかっていうのも本当にいつまでできるかわからないし、こういうコロナとかも経験して急に会えなくなること、一緒に話すこともあんまり簡単にできなくなる時が来るかもしれないんだなっていうのを実感したので、会える時にみんなで集まって会っときたいなって本当に強く思った1年間でした。さあ、ということで今年のテーマは今笑顔が集まる時です。メッセージ、曲のリクエストもお待ちしています。メールは radio@rcc.net、 radio@rcc.net、 ファックスは 082-221-3300、 082-221-3300 までお願いします。目の不自由な方へ音の出る信号機を、RCC ラジオチャリティーミュージックソン、本社第一スタジオからお送りしています。ちょっと渋滞しているみたいですけれども、皆さんゆとりを持ってクリスマスイブゆっくり安全に運転しなさってください。さあ、それではここで少しお天気お伝えします。広島県内も北部では雪が広がっています、雲が広がっていますが、南部は朝からよく晴れています。午後の県内は南部でも次第に雲が広がりやすくなりそうです。北部は引き続き雲に覆われて、夜は北部と南部の山沿いを中心に雪が降る見通しです。昼間の最高気温は沿岸部は9度から10度、内陸は6度くらいでしょう。昨日より高いんですが、太陽が雲に隠れると空気はひんやりと感じられそうですということです。いやー、1時間経ちましたけど、本当なんか本当に手に汗握る放送です。でも本当に皆さんのお便りがものすごく嬉しいです。いつもお便りをくださってる方とか、あとはちょっと初めましてで出してくださる方とかもいらっしゃって、本当に励みになっています。この後も今笑顔が集まる時でお待ちしています。さあ、この後はニュースです。道森博士のバリシャキナウの藤田博之です。目の不自由な方へ音の出る信号機を、RCC ラジオチャリティーミュージックソン、皆様からの温かいご協力をお待ちしています。
RCC ラジオチャリティーミュージックソン。もう1時間が経ちました。この時間からお聞きになった皆さん、今年リーダーとして張り切ってお送りしています、 RCC アナウンサーの唐沢廉香です。さあ今回はですね、一緒に頑張ってくれています夢タウン広島のステージ、この時間からスタートしました。呼んでみましょう、田村さん、そしてメンバーのお二人。第16回 RCC ラジオチャリティーミュージックソン夢タウンステージスタートでーす。皆さんこんにちは。改めまして RCC アナウンサーの田村ゆりです。よろしくお願いします。会場の皆さん盛り上がってますか？クリスマスイブ楽しんでますか？元気ですか？ありがとうございます。唐沢さん、会場かなり盛り上がっております。1時間前からお客さんもかなり増えまして、ステージ前立ち見の皆さん、そして2階3階の皆さんもありがとうございます。よく見えております。さあ私たちがいるのは広島市南区南町夢タウン広島1階ウエストコートなんですが、こちらでは学生ボランティアの皆さんも募金の呼びかけを手伝ってくれています。温かいご支援よろしくお願いします。そしてこの時間は素敵な生演奏を皆さんにお届けします。広島を音楽の街へと願いを込め、音楽を通して皆様へ元気をお届けする弦楽四重奏音町カルテットの皆さんのライブです。ではまず自己紹介をお願いしてもいいですか？バイオリンの尾崎かな子です。よろしくお願いします。お願いします。バイオリンの宮崎真理子です。お願いします。ビオラの山本恵子です。よろしくお願いいたします。チェロの藤井由紀です。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんサンタ帽やね、トナカイの角や、そして藤井さんはこれね、雪だるまなんですね。雪だるまをかぶって演奏してくださいます。よろしくお願いします。皆さんは今年、ポップカルチャー広島などのイベントにも出演されました。今日はクリスマスの楽曲などを中心に演奏を披露してくださいます。宮崎さん、今ステージ立たれてお客さんもたくさんいらっしゃいますけど、いかがですか？はい、予想してたよりもたくさんの方に囲まれてちょっとドキドキしています。今日の意気込みを聞かせていただいてもいいですか？はい、今日は、聞きなじみのある曲を数曲用意していますので、最後までお楽しみいただけたら嬉しいです。楽しみにしてます。早速演奏を聞かせていただきたいんですけど、まずは何の曲を披露してくださいますか？はい、くるみ割り人形からマーチという曲を演奏します。お、なぜまたくるみ割り人形なんですか？はい、くるみ割り人形はチャイコフスキーという作曲家の三大バレエの一つで、クリスマスの夜のお話が元になっているので、今日これを演奏しようと選びました。じゃあこの日にぴったりということで、はい、早速演奏の方よろしくお願いします。
ありがとうございます。さあ続いてはもみの木ひいらぎ飾ろうきよしこの夜のクリスマスメドレーをお聴きいただきます。それではどうぞ。
ありがとうございます。思わず聞き入ってしまう、うっとりしてしまうような演奏ありがとうございます。では次がラジオ中継では最後の曲になるんですけど、最後の曲教えていただいてもいいですか。はい、ドラゴンクエストというゲームの組曲をメドレーをお送りしたいと思います。またなぜドラクエだったんですか。おそらく東京オリンピックの開会式の行進曲で使われて以降、それまで以上に多くの世代の方に知られた曲かなと思って、はい、選曲しました。会場の皆さんもね、いろんな世代の方がいらっしゃると思いますけど、皆さん聞いたことがある一曲なんじゃないかなと思います。それではドラクエメドレーどうぞ。
会場の皆さんいかがでしたか。いや素晴らしかったですね。ドラゴンクエストをよく聞いてるね、馴染みのある曲も弦楽四重奏で聞くとまた違った雰囲気というか、レベルアップもすごく高級感がありました。演奏されてみていかがでしたか。はい、皆様に お楽しみいただけたかなと思います。ありがとうございます。最後ラジオの向こうの皆さんにメッセージいただいてもいいですか。はい、私たちあの4人ともそれぞれ個人でフリーで活動してるんですけれども、音町カルテットとしても今後活動していただけたらいいなと思っているので、あの演奏の依頼などありましたらそれぞれにお声掛けいただけましたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということでこの時間は弦楽四重奏音町カルテットの皆さんのステージをお届けしました。スタジオの唐沢さん、この後ステージまだまだ続きますよ。はい、お願いします。本当にあの豪華にレベルアップしたドラゴンクエストを聞かせていただきました。私もこの24時間でどんどんレベルアップできるように頑張ります。応援してます。頑張ってね。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さんもあの夢タウン広島のステージ豪華なプログラムでお送りしていますので、私たちに会いに来てください。そして募金もどうぞよろしくお願いいたします。それではここで募金カウンターを呼んでみましょう。レクトの林さん、小野さん、稲葉さん。シングルベル、シングルベル、鈴が鳴る。弦楽四重奏の後は林さんのちくわ笛の音色が高らかに響く、そしてますますたくさんの多くの人でにぎわう広島市西区扇にありますレクトから小野と林と稲葉がお送りします。はい、はい、ということでですね、この募金カウンターが1階この夢食品館横にあるんですけれども、まあ、皆さんねカートのもうたくさんカートをしている方もいらっしゃるんですけれども、中にはケーキとかチキンとか、まあ、シャンパンですとか、まあ、夜のパーティーに使われるのかな、まあ、楽しそうに準備をされている方 も多くたくさん見受けられるんですけれども、はい、先ほど12時台にお話を聞かせていただいた、もう私たちと一緒に募金を呼びかける山陽女学園高等部の皆さんも、もうヘイというね、先ほどたくさん綺麗な声も聞かせていただきました。さらに大きな明るい声で募金を呼びかける声も響いていますね、林さん。いや本当にそうなんですよね、うん、もうたくさんの方にあの募金のご協力をいただいてるんですけども、あの毎年募金に活動、募金活動に応援来てますよというふうに声をかけてくださる方もいらっしゃったりとか、はい、私も4年目ということで4回目の参加なんですけども、うん、たくさんの方にも頑張ってねという声をかけていただくと、私たちもちょっと頑張らないとなというふうに感じますよ ね。稲葉さんはどうですか、何か印象のことはありますか。先ほどですね、あのご家族でいらっしゃった方なんですけれども、うん、このカウンターの目の前を通った時にすぐにあのお父さんお母さんが子供に募金してきてって言って、うん、お金をね託してこう募金箱にこのお子さんがこう入れてるのを見るとすごいなんか嬉しくなっちゃいました ね。年齢問わず本当にたくさんの方にご協力をいただいています。この後も募金を呼びかけるカウンターの場所をじゃあ改めて稲葉さん紹介してください。はい、カウンターの場所は広島市西区扇にありますレクト1階の夢食品館の前にあります。この後夜7時まで募金を受け付けております。皆様のご協力をよろしくお願いします。スタジオにお返しします。はい、ありがとうございました。さあ続いては夢タウンクレです。宮本さん、福山さん。真っ赤なお花の宮本だよ、福山もいるよ。いやということで、まああの聞いてわかる通り大して音楽の芸がない2人が体を張って盛り上げてみました。ありがとうございます。盛り上がったところで体も温まったんじゃないでしょうか。私たちはですね今店内の募金カウンターで引き続き呼びかけているんですけれど、なんだかこう先ほどよりもお客さんもさらに増えてきて大変にぎわっています。そして
今1時間30分経ちましたけど、どうですか福山さん。そうですね、本当に多くの方がそのクリスマスのケーキだとか、なんかパーティーの用意をされつつも、募金に立ち寄ってくださって、温かいご支援ご協力を本当にありがとうございますという気持ちで私たちも立たせていただいております。そうですよね、本当にこうして中継している時も皆さん立ち寄ってくださったり、手を振ってくださったり、そして何よりラジオを聞いてきたよっていう方がとっても多くて、今まで貯めた募金を封筒に入れて大型募金箱に入れてくださったりと、それから市外の方も駆けつけて近くに来たよと言って寄ってくださったりして、本当に温かいなというふうに思いました。そして音読高校の生徒さんも頑張ってますよね。そうなんですよね、私たちと少し離れた場所、私たちは JR 呉駅方面連絡通路入り口にいるんですけれども、吹き抜け部分のエスカレーターに2箇所に分かれて募金活動してくださっています。初めてということですけれども、明るく笑顔で募金の呼びかけをされていて、もうとても頼もしいなという、ね、気持ちになりますよね。今日明日とたくさんの生徒さんが来てくださって、入れ替わり立ち替わり頑張ってくれているので、私たちも頑張りたいなと思います。では最後に改めて場所の紹介をお願いします。はい、私たちがいるのは呉市宝町にありますゆめタウン呉2階 JR 呉駅方面連絡通路入り口付近です。大型の募金箱を目印に、こちらまでぜひ皆さん会いに来てください。この後ゆめタウン呉でも夜7時まで皆さんに募金を呼びかけます。皆様の温かいご支援ご協力をよろしくお願いします。スタジオにお返しします。ありがとうございます。いや、宮本さんなんですけど、出発する前にトイレで一緒にお会いしまして、筋トレの話を二人でよくするんですけど、プロテイン飲んで24時間頑張ってくださいっていうふうに応援の声をいただきました。ラジオ館の皆さん、そしてボランティアの皆さんも一緒に頑張りましょう。ぜひ皆さんもお近くに寄られた際には募金のご協力お願いいたします。目の不自由な方へ音の出る信号機を。RCC ラジオチャリティーミュージックソン本社第一スタジオから生放送でお送りしています。 RCC アナウンサーの中根由紀です。目の不自由な方へ音の出る信号機を。 RCC ラジオチャリティーミュージックソン、皆様からの温かいご協力をお待ちしています。ここで募金についてご案内させてください。さあ早速ですね、24日今日の午後1時の時点での募金金額出ております。なんと46万3206円いただいております。ありがとうございます。すごいですよ、もう始まってから20万円ほど増えました。本当に皆さんありがとうございます。まあ私も渡り染め式、信号機が初めて音の出る信号機ができて、音が一番最初になるっていう時に一緒に目の不自由な方と渡らせていただいたんですけど、その時にあ、こうやってこの皆さんからいただいた募金が形になって、で実際に目の不自由な皆さんが使われて、で本当にありがたいという声もいただいていまして、本当こうやって自分がどこにいるのかとかも知ることができるので、本当に役に立つことができているんだなっていうのを実感することができました。さあでは募金について改めてご案内もさせてください。募金箱は広島県内の夢タウン、夢マート、レクト、そして RCC 本社ロビーなどに設置しています。チャリティーミュージックソンの放送中には、夢タウン広島、夢タウン呉、レクトの3カ所に募金カウンターが設けられています。RCC ラジオのスタッフが募金を呼びかけていますので、お出かけの際にはぜひご協力をお願いいたします。でさらにですね、お買い物を通して募金していただくこともできます。24日と25日の2日間、広島県内の夢タウン、レクト、夢テラス、祇園など合わせて16店舗で対象となる食品をお買い上げいただきますと、売上の一部がチャリティーに寄せられます。対象商品は50点となっています。詳しくは県内の夢タウン、レクト、夢テラス、祇園の店頭でご確認ください。でまた口座振込でも募金いただけます。広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫、広島市信用組合、広島県信用組合の各店で手数料無料で振り込みができます。その他スマートフォンやパソコンを使ったキャッシュレス募金にも対応しています。ソフトバンクのつながる募金、広島銀行のコイペイ、
ドコモの D 払いはいつでもどこでも募金をしていただくことができます。詳しくは RCC ラジオのホームページでご確認ください。ぜひぜひよろしくお願いいたします。本当にいろんな種類が出ていますよね。さあ、そしてですね、この後なんですけれども、日本放送を中心に11のラジオ局をつないで声の握手という掛け合いの時間がやってきます。日本放送の今年のパーソナリティは乃木坂46の久保しおりさん、そしてアシスタントの柿花忠さんです。声の握手がこの後なんですが、 RCC の登場は1時44分頃となっております。この乃木坂46の久保しおりさんとお話しできるって、私もいつもテレビとかラジオ聞いて見ている側なので、ものすごく緊張しますし楽しみです。皆さんもぜひ楽しみに聞いていてください。それでは声の握手です。日本放送はじめ全国のラジオ局でお聞きの皆さんへお届けします。こんにちは、東京日本放送のラジオチャリティミュージックソンのメインパーソナリティ、乃木坂46の久保しおりです。この時間のアシスタント柿花忠です。お送りしているミュージックソンは、あなたが今お聞きのラジオ局をはじめ全国11のラジオ局が参加して、それぞれの局で24時間の特別番組をお届けしています。さあ久保さん、この時間は、はい、その11のラジオ局を結んで順番にエール交換をする声の握手を行います。はい、この時間は北から順番に結んでいきます。まずは北海道の STV ラジオです。パーソナリティの工藤純喜さん、そして内山よし子アナウンサー。はい、どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは。はい、こちら北海道はやはり寒いですよ、うん。東京は7度ぐらいですか今。そうですね、うん、そうですね、はい。札幌はでも氷点下 1.7 度です。今日は暖かいです。暖かいですね。冷え込み和らぎました。でも寒いところは寒くてですね、うん、今日朝氷点下24度を下回ったところもあります。十勝地方の陸別というところですよ。雪も多くても1メーター越してるところあります、はい、もう10地点以上あります、1メートル超えてるところが。バスが通り抜けることができないっていうんで、うん、雪山がですね、はい、2メートル3メートル脇にね、うん、高く積まれているというところもあるんで、うん、まあ、大変な、大変で、そういう雪の国でもあるんですけれども、うん、その中でミュージックソン始まっております。チャリティミュージックソン始まっておりまして、私たち、今年のメッセージテーマは特別な一日ということで、うん、あなたにとって忘れられない日、感動した日、特別な一日ってのを教えてくださいって言ったらですね、うん、いろいろ来ましたね。本当ですね。なんかクリスマスイブに、うん、初めて奥様と出会った。それまでね、なかなか会ってもらえなかったんだけれども、忙しいからやっと会えたのがクリスマスイブで、それが今の奥様で商店を営んでいらっしゃるという方もいらっしゃいましたね。クリスマステレフォンってのもありますよね。はい、そうなんです。クリスマステレフォンっていうのを広く皆さんからお電話を受け付けておりまして、留守番電話なんですが、うん、ありがとうメッセージを募集しています、うん、なかなかね、照れくさいので、うん、普段は言えないけれど電話で、留守番電話でという方からいただいてます。クリスマステレフォン、結婚記念日迎えた奥様から旦那様になんていうね、お熱いメッセージもいただきましたね。明日までね、皆さんの紹介しながら進めてまいります。直の声っていうのがいいですね、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。頑張ってください。頑張りましょうね。さて続いては津軽海峡を渡って青森行きましょう。久保さん。はい、青森放送のメインパーソナリティのブル屋敷優太さん、そして青森放送橋本里奈アナウンサー。はーい、こんにちは。こんにちは、ブル屋敷優太です。橋本里奈です。よろしくお願いいたします。お願いします。先ほど北海道が 1.7 度と聞いてたんですけれども、うん、ね、青森市は今 0.8 度です。そうなんですよ。実は北海道よりも、ね、少し寒いなって。少し寒いですね。1度ぐらい。そうですね、はい、積雪が57センチということで、昨日はちょっと警報級の大雪となりまして、除雪車などが、ね、もう夜行き交っていたんですけれども、はい、今日の24日は少し雪は落ち着いていますね。はい、はい、そんな青森市内となっています、うん、で今年の青森放送なんですが、はい、テーマが
今を知る、今を知るということで、はい、コロナ禍の後視覚障害を取り巻く世界はどうなっているのか、初めてメインパーソナリティを務めます、はい、古屋敷優太さん、うん、そうなんですよ、はい、あの状況が全く初めてでわからないので、うん、県立盲学校というところに行って学生の皆さんと、ちょっと授業を見させていただいたり、はい、過ごしたりしてきました、うん、はい、その様子もね、後ほど放送になりますけれども、はい、あと夜はですね、はい、クリパをします。クリスマスパーティーします、はい、クリスマスパーティーをで、はい、目隠しをして、うん、実際にこう見えない状態にして、そうなんです、どのようにして見るかってことを僕が体験してみたいと思ってますので、はい、この目の不自由な方々がどうクリスマスパーティーを楽しむのかというのをみんなでこのラジオでやってみようということで体験してみます、はいはい、そのような内容となっています。初パーソナリティということでいうと久保さんと古屋敷さん一緒ですね、はい、一緒に頑張りましょう、はい、一緒に頑張りましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週まで駆け抜けます。よろしくお願いします。さあ続いては東北地方を南へ、お隣の岩手です。 IBC 岩手放送の菊池幸美アナウンサー、そして岩手県陸前高田市出身の俳優村上弘明さん。はいはい、盛岡は薄曇り、今の気温は 1.4 度、まあ寒いです、岩手は今年も12カ所の愛の泉という募金ポイントと東梁線号という募金カーが5台で展開中です。その東梁線号の1号車には今年もメインの俳優村上弘明さんが乗り込んでいます。村上さん。はいはい、皆さんこんにちは、村上弘明です。今回ラジソン17回目ということになりますが、私のふるさと陸前高田を大勢の人に見送られて、うん、今 IBC に向かっている道中です、今年の、まあ、なんといっても大きなニュースはですね、ニューヨークタイムズ、行くべき街世界第2位に選ばれたということですね。まあ、和洋折衷の建造物、うん、まあ面に代表される食文化、それもさることですが、私が思うにはやはり人ですね。人、人に対する、特に弱者に対する目線、慈しみの心、思いやりの精神、これが県民性として根付いているんだと思います。それが募金額に反映されているのだと私は思ってます。そして今年もですね、粛々とこう募金を集い、遠くから足を運んでくる大勢の人たちの励ましの言葉、うん、そして笑顔がとても印象的です。ということで、いぎめさん、あとはマイクお渡しします。いつも長くなりがちの岩手なんですけども、初めて時間内に収まりました。ありがとうございます、村上さん。ね、はい、もっともうそれだけで大感動でございます。いやでもメッセージが熱いんですから、うん、同じですよ、はい、一緒に頑張りましょう、頑張りましょうね、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。さあ続いてはさらに南へ下って福島行きましょう。はい、ラジオ福島の手塚慎一アナウンサー、海藤直美アナウンサー、はーい、こんにちは、こんにちは。福島も今朝は氷点下となったんですが、うん、今年もホットな面々がスタジオに来てくれました。まずはシンガーソングライター普天間香織さん。こんにちは、柿原さん、お久しぶりです。どうもどうもご無沙汰です。もう普天間さんもこれクリスマスのライフワークになってますからね、うん、そうです、もう23回目くらいですね。すごいレジェンド。毎年福島でクリスマス過ごしてます、ね、そしてコロナ禍が一段落して今年は4年ぶりに公開生放送、うん、実際に募金をしてくださる方々を目の前にしての放送ができております、はい、嬉しいですね。嬉しい、ね、はい、そして今回ラジオ福島のチャリティーミュージックソンテーマソングを作ってくれましたシンガーソングライターまなみちゃんも来ております。はい、福島福島福の島、福島の笑顔担当シンガーソングライターのまなみです。よろしくお願いします。全国の方々に今の、ね、はい、歌声届けられて嬉しいじゃないですか。本当ですね、福島は福の島、笑顔満開の島です。そうなんですよね、はい、久保さん、はい、久保さんは、うん、このフルーツ王国福島、どんな果物がお好きですか。はい、もう私は桃が大好きでございます。おお、これ冷やして食べるのか常温で食べるのかどちら。私は冷やして食べるのが好きですね、はい、柔らかいのが好き、硬いのが好き。
柔らかいのですかね。ここまで聞いてくださったっていうことはあれですよね、あの差し入れしてくださるんですよね。お待ちしてます。お待ちしてますよ。残念ながら今時期じゃないんですよ。そうそうそう、時期で大丈夫です。今日じゃなくて来年またお願いします。常温で固めの桃も美味しいですから、ぜひ召し上がってください。ぜひぜひ。今年、はいはい、テーマは笑顔で紡ごう未来へになっております、まあ、福島といえば男子大震災、それから原発事故などがありましてね、あれから12年以上経ったんですけれども、笑顔で福島のバトン、これをつないでいけたらというふうに思っておりますので、24時間元気そして笑顔で頑張ってまいります。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ続いては一気に西へ参ります。大阪です。はい、ラジオ大阪の和田真美子アナウンサー、落語家の桂小春団治さん。はい、久保さん、垣花さん、全国の皆さん、こんにちは。ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。大阪現在気温が 9.1 度、青空が広がっておりまして本当にいいお天気です。で、私が来ていますのは募金拠点の一つ、大阪難波の複合レジャー施設、難波ヒップスというところの前なんですよね、はい、で今私のこの難波ヒップスのすぐ横ではですね、募金活動を実は日本ボーイスカウト大阪連盟豊中第14弾の皆さんが募金活動でね声を出してくれてます。こんな感じです。聞こえる？あ、聞こえました。聞こえるかな。はい、豊中への募金です。ご協力お願いします。ありがとうございます。頑張ってますね。聞こえましたかね。聞こえました、聞こえました。こんな感じで、はい、こんな感じでですね、ボーイスカウトのみんなが募金を呼びかけてくださってまして、うんうん、あの道頓堀がすぐ近くなのでたくさんの人がいらっしゃるんですが、あの募金してくださってる方がいらっしゃいます。いいな。そして、うん、あのもう一方、私のお隣にラジオ大阪の話し家の時間という番組のパーソナリティ、落語家の桂小春団治さんも実は募金箱を持って駆けつけてくださってるんですよ。小春団治さん、あの実は落語界にも募金箱を置いてくださったんですよね。そうなんです。あの今年の独演会で、はい、主人公があの目が見えなくなるという主人公の影清っていう話をやりまして、はい、でまあ、なんかこういろんなお店で募金箱を置いてるというのを聞きましたんで、そうです。落語会でも置いてたら入れてくれる人がいるんじゃないかということで、うん、今回、はい、いろんなところに落語会持っていきまして、いやありがたい、はい、募金していただきました。結構皆さん入れてくださったんですってね。納税協会の忘年会の時にあら幹事さんが声掛けしてくれました、お酒入ってるもんですから、でなんかガンガン入れてくれました。ガンガンいいですね。ガンガン入れてくれたんです。寄せにかける演目とリンクしてていいですね。そうなんです。演目でも小原さん今回この過激は初めてかけてくださったそうで、たまたまですか、それともやっぱ合わせて、もともと独演会でやろうというつもりはあったんですけども、はい、今回、まあ、募金箱と、まあ、本当になんかこうリンクしたという感じですよ、ね、そうなんですね。そうなんです。もうラジオ大阪よろしくお願いしますね。そうなんです。出演者の方も協力してくださって、皆さんからも募金、温かいものが集まっております。はい、はい、これから頑張りましょう。大阪から以上です。皆さんの声聞こえました。はい、続いてはですね、和歌山放送からどうやら窓布教しているらしい落語家の桂しそ丸さん、そして和歌山放送の最初光アナウンサー、はっせー最大情報やいてありがとうございます。情報もう怖いわ。はい、和歌山でございます、はい、いいお天気でございましてね、現在和歌山市内気温は9度で、はい、あっていいお天気です、うん、そうなんです。今日は日曜日ということもございまして、前日の23日からですね、募金活動愛の泉を設置、県内にいたしましていろんなところでしておりましたり、今日はですねチャリティーバザーなんかも賑やかにしてるんです。はい、もうね窓拭きはやめました。やめられたんですね。ありがとうございます。タレント自ら局の窓を拭くという、うん、偉い掃除グッズも買っていただいて、善意あふれるタレントでございますんで、また、和歌山からいつでも行かせてもらいますんで、はい、お待ちしております。よろしくお願いします。日本放送の窓もお願いします。今年のテーマはですね、はい、みんな一緒にというテーマで頑張らせていただいております、うん、障害の人もない人もみんな手を取り合って暮らすようにできる社会へということでですね、はい、いろんな方向で番組では、展開しております。そうなんです。はい、この番組ではですね、ブライトランナーとリポーター隊がですね、走るという企画、もう間もなくスタートする。スタート間もなく、間もなく、間もなく
弱です。はい、2キロですか。頑張ってくださいね、はい、でもね、はい、はい、その他ですね、うん、県警の音楽隊なんかもですね、コンサートを繰り広げております、うん、はい、本当にあの和歌山は、音の出る信号機の設置率がですね全国1位ということで、すごい、そうなんです。本当にあの県内にある台数5台2台がこのチャリティーミュージックソンで寄贈させていただいた音の出る信号機なんです。はい、引き続きですね、はい、本当に私ら元気いっぱい、広島の唐沢廉佳アナウンサーが今緊張で汗が止まらない。次ですよ、次ですよ。わかりました、じゃあつなぎますね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、さあ続いてはさらに西に行きましょう。はい、 RCC 中国放送のどうやら猫アレルギーらしいです、唐沢廉佳アナウンサーすごい情報ありがとうございますちょっとあの確かにあの汗は止まりませんが入社3年目になりました唐沢廉佳です。はい、はい、RCC はですねミュージックソン今年で16年目となりまして、今年のテーマは今笑顔が集まる時でお送りしています。で RCC はですね、なんといっても歌が好きなんです。とにかくたくさんの曲を歌います、うん、私も今日あのこの後ステージで4曲ほど歌うことになっているんです。唐沢さんも歌うんだ。そうなんですよ。しかもあの先輩が作詞をしていたりとか RCC のオリジナル曲もたくさんあるんですよ。で、あのものすごくこの日に向けて練習もしました。ちょっとあの久保さん、はい、乃木坂46の中でもずば抜けて歌がお上手とお聞きしたんですけれども、ちょっとあの私の歌を一節聞いていただいても。聞かせてください。はい、それではいきます。きっと誰だって誰だってあるだろう、不意に気づいたら泣いてること。はい、ありがとうございましたありがとうございます。嬉しい乃木坂どうでしょうか。でもちょっとあのせっかくなら、はい、もうちょっと上手くなるためにアドバイスをいただきたいんですけど、はい、いやもうそのままの力強さで明日からもう今日から乃木坂の一員としてお願いします。歌唱力より度胸買ったんだと思いますよ本当ですか。でも本当久保さんにそんなこと言っていただけて本当に光栄です、はい、ありがとうございます。はい、一緒に頑張りましょうね。竹花さん頑張りましょう、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さあ続いては瀬戸内海を渡りまして四国は香川県参りましょう。はい、西日本放送お笑い芸人のガリベンズ矢野さん、そして仁田真由美アナウンサーと野波翔介アナウンサー。はーい、こちら高松市三条町 RNC ラジオメイン募金会場の夢タウン高松から私お笑い芸人ガリベンズ矢野です。そして西日本放送仁田真由美です。同じく野波翔介です。はい、ありがとうございます。テンションすごいすごいすごいはい、竹原さんちょっとモノマネやってもいいですか。早速どうぞ。ちょっとクリームシューの上田さんになります。さあ、というわけでね、今日はこちらでね、なんと素敵なゲストの方が来てくださっておりますご紹介しましょう。ベースマンなんでおなじみ花輪くんです。どうも花輪でございます。これは本物です。本物、花輪さん本物。いやそうなんですよ、本物ですよ。お久しぶりです加減さん。ごめんなさい、どうもどうも、最近会ったばっかでした今日あの香川県に来まして、はい、こちら夢タウンで、もうすごい盛り上がりですよ。すごい盛り上がりなんですね。本当にやばいです。ちょっとこれはもう入れないぐらい、3階席なんてもう埋まっちゃってて、すごいことになっちゃってますけども。すごいな。ありがとうございます。僕どっちかというとご無沙汰なのはガリベンズ矢野さんの方でしたほら、はい、そうだよ矢野さん。崎原さん、ラジオ呼んでくれるって言って全然呼んでくれないじゃないですか。今ここで言います、必ず呼びますんでお願いします。よろしくお願いします。ちなみにサンドウィッチマン富澤さんもいらっしゃるんですか。あ、そうだ、ちょっと何言ってるか分かんないです。あれ香川にいらっしゃるんだ。なるほど。バナナマン設楽さんもいます。あの久保に言っておくけど夜中2時ぐらい眠くなるから気をつけてね設楽さんお兄ちゃん、ね、いいな、何人もいるな。さあここで途中ですけれども、全国の放送局を結んだ声の握手をお届けしました。いや私も本当まさか乃木坂46の
久保さんに歌声を披露して褒めていただけるなんてびっくりです。とっても嬉しいです。で、まあ私の周りにもファンの方がたくさんいらっしゃるので、もう自慢したいと思います。いやー、楽しいひとときでした。さあ、目の不自由な方へ音の出る信号機を RCC ラジオチャリティーミュージックソン本社第一スタジオから生放送でお送りしています。さあ、それではテーマのお便りもいただいています。タイアユママ、タイアユママさんはいつも応援している唐沢廉香アナ、初めから聞いていますよ。ありがとうございます。唐沢アナの緊張感が伝わり余計に応援したくなります。今笑顔が集まる時、心からみんなが仲良く励まし合い協力する時間だと思います。目の不自由な方々のお話、貴重な時間です。毎年勉強させていただいています。5時に間に合うように夢タウン広島行きますね。娘のような唐沢アナ頑張れんか。ありがとうございます。本当に娘といえば田口アナウンサーも本当ラジオこの放送が始まる前に娘が心配って言って来てくださって、本当に安心感がたっぷりでした。ありがたいなと思いながら、本当に母のようにお弁当とみかんと飲み物を置いていってくださいました。そして元気出るかもってなぜか取れたてのキウイフルーツを見せてくださいました。それはちょっとよくわからなかったんですが、本当にいつものホーム感があって安心しました。田口さん、ありがとうございます。で、あとさっきユニュースを読み終わった寺内アナウンサーも来てくださいました。みんなで頑張ってるんだなっていうのをねすごく実感します。で、お便りもシャカールさんもいただいています。これから24時間頑張ってください。いつも聞いていますよ。どこかの時間で RCC に募金をしにお邪魔します。ありがとうございます。いつもと違ってちょっとRCC の入り口もクリスマス仕様になっているので、その辺も楽しみに来てください。さあ、目の不自由な方へ音の出る信号機を RCC ラジオチャリティーミュージックソン本社第一スタジオからお送りしています。続いてはニュースです。ふくふくサタデーの松本由美子です。目の不自由な方へ音の出る信号機を RCC ラジオチャリティーミュージックソン、皆様からの温かいご協力をお待ちしています。RCC ラジオチャリティーミュージックソン、この時間からお聞きになった皆さん、今年リーダーとして張り切ってお送りしています。 RCC アナウンサーの唐沢廉香です。さあ、今ですねスタジオの外、夢タウン広島のステージではこの時間ゲストが登場しているようです。呼んでみましょう。田村さん、メンバーのお二人。はいはい、はい、RCC アナウンサーの田村ゆりです。そして、はい、メンバーの牛尾慶太と山口大二です。よろしくお願いします。お願いします。夢タウン広島盛り上がってますよ、唐沢さん。いいですね。すごい人数のお客さんで、うん、はい、さっき8000人ぐらいでしたけど今何人ぐらいですかね。これ今もうね奥を超えそうだわ。すごいですね。ちょっと人数が夢タウン広島に集まっております。でもすごいですね、ステージ前立ち見もですけど。いや、そうなんですよ、もうパンパン、パンパンです。で、2階、3階も、3階席まで、うん、パンパンですよ。すごいですよ、しり嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。この後、はい、スペシャルゲストに、もう中学生さんが登場でございます。やったー。なかなか広島でね生で見ることできませんよ、うん、はい、メンバーのお二人との関係性は。もう中学生さんは我々の先輩、うん、まあ同じ会社の先輩ではあるんですけども、うん、何度かご一緒させていただいて ね、本当になんというかもう見たまんまの方ですね。プライベートもあのままの感じで、優しいお兄さんって感じです。ですね。また今日はラジオでどんなネタを披露してくださるのかっていうのも楽しみなところですね。中学生さんのラジオネタは我々もしかしたら初めて、僕らも初めて見る聞くかもしれませんので、ちょっと楽しみですね。はい、では早速もう中学生さんのステージお楽しみいただきましょう。よろしくお願いします。ようこそ皆様、ありがとうございます。夢タウン広島にようこそのお越しを。もう中学生でございます。そ
そしてラジオを聴きの皆様もハロー、もう中学生と申します。ありがとうございます。いや嬉しいでございます。もう本当に広島がねふるさとと言っても過言ではないもんね。ねえ、長野出身だからもうねえ同じジャパンということです。ふるさとに帰ってまいりました。ねえありがとうございます。いやラジオもお聞きいただきありがとうございます。1時からのねスペシャルな生放送放送中でございますが、もう中学生という名前で私お笑いを目指させていただいてまして、もしかしたら初めて見た方はさかなクンがあれしたのかなとそう思いの人もいると思うんですけど、違うの、もう中学生という名前でお笑いたしなんでおりまして、今29歳、肉同士の11個上の40歳でございます。拍手。40でございます。待ったなしの年齢だね、もうね。じゃあちょっとラジオでこうやってネタさせていただくのほぼねえほぼ10回目と言っても過言ではないので、ねえちょっとどういうネタをやろうかなと思ってたんですが、やっぱり我々の大好きなスポット広島城の、まずはちょっとね、広島城ゲームというのを今日考えてまいりましたので、それをやりませうね。楽しそうね。広島城ゲームる、これラジオをお聞きの皆さんもねご参加できる、みんなでできるゲームでございます。楽しそうね。こちらね、ほらあのラジオ聞いてる人たちも見て、このね重量とお量が今手元にありまして、重量を僕が出したらみんなで一緒に重量で、お量を出したらお量って言いましょうというゲームでございます。楽しそうだね。ねえねえ、じゃあちょっとラジオをお聞きの皆さんもソウルで感じていただいて、ぜひお声を出していただきたいと思います。それじゃあいきますよ。お量重量広島城ゲームスタート。イエーイ。お量重量、みんな言える？お量、あ、お量逆だった、すいません、ずっと逆でした、失礼しました。重量、お量、重量、お量、重量、お量、重量、重量、お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 量、重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 量、ありがとう。広島城ゲームでした。ちょっとね賛否両論あられましたが、それではちょっと早速ネタをやらさせていただきます。広島にはねやっぱ美味しい、もう世界一のねやっぱ瀬戸内海のこの海鮮が美味しいということで、今度お寿司をやらさせていただきます。ちょっとおのおののことやってて準備に時間がかかるから、ちょっとおのおののことやってて、じゃあ早速ネタをやらさせていただ、おかえりというわけで、コント寿司、ちょっとももやっちゃったかな今、急に寿司ってやったから、あ、治りました。いや、僕はここのお寿司屋さん、広島の駅前のお寿司屋さんで働いている小僧ね。僕はまだお寿司は握らせてもらえず、お寿司屋さんの後ろでね一斗缶を運んだりとか、あと EGG っていうか卵から茶碗蒸しを作ったりとか、あとね数の子の粒数を数えたり、そういうことを日々してるの。そんな僕がついにこの12月からこのねお寿司屋さんでお寿司を握らせてもらえることになったんだ。嬉しいねーね。ついにお寿司を握らせてもらえることになった。
どのぐらい嬉しいかっていうと、あの調味料満タンぐらい嬉しいね。やっぱ調味料が胡椒とかね、塩とか満タンだと嬉しいもんね。うん。でもね、このお寿司屋さんでお寿司を握ってる人たちはすごい人たちばかりなの。真ん中で握ってる安尾さん、安い男と書いて安尾さん。この安尾さんはね、手からお酢がじゅわっと出るの。ベテランすぎて、ベテランすぎて手からお酢がじゅわっと出てるぐらいベテランなの。そんな人たちとさ、お寿司屋さんちゃんと頑張っていけるか不安だよ。どうしようどうしようめー。あ、そんな僕をヤギが、ヤギ氏がね、ヤギに宇治でヤギ氏が励ましてくれた。ありがとうヤギさん、励ましてくれて。あれ、でもちょっと待って、このヤギさんよく見たら犬みたいね。このヤギさん犬みたい。 Everybody say 犬みたい。どうもありがとうございました。終わりでございます、ネタ。ありがとうございました。すいません。もう中学生さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に、いや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 、やばいよ兄さん。はい。何やってんすか。そうだよね、ラジオで。ダメだ、やっぱ僕のネタをラジオは難しいよ。なかったですか、やっぱりラジオ用なかったですか。ラジオ用をね、今日まで練りに練りました。練りに練って、練りに練った結果、まっすぐ段ボールやろうと。素晴らしい。そういうところに行き着きまして、まあね、生で、ね、見てくれた方はもちろん楽しめましたし ね、 ワールドをね、はい、ラジオの皆さんにもどんぐらい犬みたいなのかが伝わればいいです ね、 そうですね。だいぶ想像力が必要なネタではありましたけども、ソウルででも感じていただきたい。ソウルでね、ソウルで、ソウル真ん中にいる。あ、ありがとう。なんでありがとうのする人の動きじゃないですよ。そう、ね、思わず突っ込みたくなっちゃう、この横分けというか。僕の髪型ですか。そう、牛尾さんの髪型、横分け、見たくなる髪型だったそうですよ。いい横分けなのよ。でも改めてどうですか、ステージでやられてみて。いや、やっぱり皆さん、お、いろんな今年ジャンバーあるんだなと。そりゃそうですよ。そりゃそうです。そこですか。みんな一緒だったら怖いでしょ。そうか、さまざまだね。あと広島の方々はやっぱね、お笑いの本場じゃないですか。やっぱメンバー君もね、メンバー君、こう我々のことですか、生み出したメンバー君をおもろくした、やっぱその皆さんの目超えたお笑いを普段見てる、うん、ね、はい、メンバー君だったり、あと有吉さんだったり、アンガールズさんだったり、はい、やっぱお笑いに超えてるから、うんうん、受けなかったんです。受けなかったって言わなくて、受けてました。受けてました。何を言ってるんです、受けてましたよ、ちゃんと受けてました。本場のね、お笑いの本場ですよ、本場って。広島来るのはいつぶりとかですか。11月の20日、11月 の、 あの劇場、はい、吉本の劇場に、ね、来ていただきました。来ていただきましたあの日に、あの日以来だったので1ヶ月ぶりでございます。1ヶ月ぶり、そうなんですね。その時にもうイルミネーション、あそこの、はい、はいはいはい、うん、平和踊りの、そう、あそこの大通りで、ティラノサウルスのイルミネーションと写真撮りました。やったー、はい、あの日、あの日、あの時、1ヶ月前。あの場所で、あの場所で撮りましたか。小田和正スタイル聞いてください。広島ではあれ、はい、あ、なんか歌おうとしてました。すいません、リクエストしちゃう。そんな、あ、すいません、思わず歌わないと思ってたんです。すいません、失礼しました。広島ではあれですか、うん、なんか広島っぽいものとか食べたりしましたか。実は僕、あ、もう お寿司を一本早めので来て、うん、駅でお寿司、そしてお寿司を、はい、寿司を食べたんですか。締めで、あの、かき出しの、かきのお出汁のお茶碗蒸しいただきました。いいですね、いいですね。すいません、かきいただいた人のうなじ見る。あんま変わらないでしょ。あ、変わらない。食った人も食ってない人もうなじ、ラジオの人全然わからないし。でもちょっと僕、山口くんと今日は対決したい。何ですか、相方山口ですか。じゃ、牛乳対決したい。牛乳対決、はい、と言いますと、怖いよ、怖いな、この振りなんか、うん、めちゃくちゃ怖い。牛乳対決、牛乳対決、どういう対決ですか。 今考えまくってるわけでしょ。どっちが 生放送ですよ。はい、生放送ですね。もう中さん、生放送ですよ、はい、生放送で牛乳対決、どっちが今日、牛乳
飲んだい数数値多いかっていうそういう対決を生放送ですよ。はい、生放送です、ね、一応一応聞いてみましょう。そうですね、どっちが牛乳を飲んだ量が多いかっていう対決です。対決先行は、僕からいか、そうだ、分かりました先行飲んだ量を言う、飲んだ量ですね、はい、僕は実は朝今日パックの 250ml の牛乳を飲んだんで今日すでに250です。おお、はい、って何 250ml。 じゃあ高校の山口さんは、うん、僕も毎日牛乳飲むんで、あ、そうなんですよ、ね、だから普通のなんていうんですか、ティーカップ、はい、ティーカップ、はい、に牛乳入れて飲んだ、それぐらいの量です、うん、だからどれぐらいなんでしょうね。どうだ、どれぐらい250を超えてるか超えてないかで勝敗が変わってくる。多分250ぐらいだったと思います。250、え、ジュルードローのことです。ドローのことです、皆さん。何これ、ドゥルー、ドゥルーでした、勝敗つかずということで、つかなかったですね。13ワールドがすごい。こんなに平和な対決があるとは。確かに、そうですね、いいですね。でも今日は新幹線で、新三木線で今日来ました。新幹線で今日あれで新幹線って読むんです。あれで新幹線ですよ、はい、兄さん。まるで新幹線、まるでじゃなくて、ね、あれで新幹線って読むんです。あれで新幹線、あれ三木ではないんです。新三木線ではない。新幹線ってみんながよく言ってるのは別物だと思ってます。なんか新三木線と別に乗り物があるものだの、ののだなのだ、これでいいのだって。落ち着きましょう。兄さん、じゃあ今日は新三木線でいきますか。ね、私たちもね、さっき話してたんですよ、新三木線で移動するときに、はい、この大道具とかどうしとるかなっていう、どうされるんですか、これ気になる、どうやって運ばれてるのかなっていうのは、うんうん、ズバリです。それは皆さんのおのおのの心の中に今想像してみよう、はい、ああ持ってきてるんじゃないかな、こう持ってきてるんじゃないかな、一 回想像してもらって、うん、ちなみに山口くんの蓋開けてみてもいい、どう想像してるか。、はい、頭の中の蓋を、頭の蓋を開けてね、はい、どんな風に、オープン、それさあどんな風に、郵送。はい、聞こえちゃった、4文字、頭開けたら声聞こえちゃった、郵送が入っておりました、郵送が入ってた、僕の中には、はい、牛尾さんの頭の中は、あ、そう、よいしょ、開けてみよう、あ、いい効果音が鳴ったね、今開けました。え、開いてます、開いてます、あ、もう開いてました、ごめんなさい、パカがなかったから、すいません、うん、はい、さあ、うちおくん、パカ、デカリュックサック、うわ、デカリュック、何リットル。何が起きてます、誰が悪いんですか、これ誰が悪いんですか、すいません、連帯責任かもね、連帯責任ですよね、失礼します、でも結局実際どうやって運ぶんですか、実際は20番とか16番とか の一番座席の後ろの番号 の大型荷物スペース、そうなんです、あ、だから自力、そう自力、あれを持って駅まで行って、駅まで行って、でタクシーも普通のタクシー乗れないんで、なるほど、しばらくこうスルーしていろんな人が乗るの待って、大型が来たら、ちょっと大きめの人が来たら、そう、乗る、そうなんですか、ただ皆さん今日は14キロあったよ、うん、ダンボールだけど、これいずれ0グラムの法則って呼んだんだけど、はい、今日重かったということはどういうことでしょう、明日はちょっと筋肉がダンボールに乗っていて、ちょっと今日よりは少し軽くなる、でなるほど、はい、ってことはどういうことでしょう、いずれ0グラム、 グラムねえ、なんで俺と一緒にいますか、何の拍手。どんどん筋力がつくからってことですね、そうじゃあ今はもうあんまり重さは感じないんですか、ね、でも、昨日とか一昨日とか段ボールなかったじゃん、だから知らないわ、 あんたが段ボール使ったか使わないか知らないんですよ、昨日と使わなかったから、だからまたなまっちゃって、今日は14キロだゼロになるんだ、ゼロになる、またリセットされる、すぐリセットされる、すぐリセットなんだ、これで何キロぐらいあるんですか、14キロ、14キロ、だいぶ重いですよ、重い、覚え方としては、はい、14キロなので、はい、よいいえ、いいよ、14キロで覚えられる、はい、そうですね、14で覚えられるんですよ、覚えなくてもいいし、覚えないです、はい、
ラジオ聞いてる方どんな気分なんですか今これ確かにいい気分です。ラジオ聞いてる人たち、はい、本当ですかね。山口さん、牛尾さんから改めて聞いてみたいこととか、もう中さんに聞きたいこと、はい、カルト Q、 好きな食べ物は何ですか。わー、嬉しい質問あります。好きな食べ物、好きな食べ物、一度ちょっと鳩に託して、鳩が教えてくれる。あ、鳩に、うん、鳩にちょっと託しますか。好きな食べ物を託して、はい、そうみたいです。今鳩、鳩が今飛んできました。今もう中さんは今鳩の動きをしています。はい、はい、舞台袖から出てきました。鳩が飛んできました、はい、戻ってきました、戻ってきました。もう中から好きな食べ物の情報を預かりました、はい、あ、よかったよかった。鳩さんが、はい、うん、鳩太郎と申します。あ、鳩太郎くん、もう中学生の好きな食べ物は、うん、くるっわからん時間返せ時間を返せ、鳩だから、おい鳩だから、そう鳩だから、ね、しょうがないよね。鳩だからわからんかった。鳩だから、急に鳩語になる。鳩だからわからなかった。鳩語で言われた。悔しい。何だったんだろう、何だったんでしょうね。わからんかった。日本語にしたら何だったんでしょうか。何だったんでしょうね。日本語にしたら寿司、はい、寿司でした。何回寿司出てくる。寿司が大丈夫でした。本当に寿司毎日毎食でもいただけるぐらい特に東島はやっぱ瀬戸内海の本当最強最良の、はい、まあ、確かに美味しかったですか。美味しかったでございます。ありがとう、その説は。いや、僕にお礼を言われても。さより最高。さよりが好きなんです。ネタ作りとかどうやられとんかなとかも気になります。ネタ作りはまずダンボール D、 D 自体がダンボール D です。長野のダンボールの D ね。地元の渡辺さんから仕入れた D でして、渡辺さんがここね、普通の段ボール、皆さんお手持ちの段ボールをちょっと見てみてください。ないないない、あんま持ってないです。持ってないです。段ボール持ち歩かないでしょ。段ボールって普通一層というか層がね、はいはいはい、層がこう一つなんですよ。間近で見るの初めて。はいはいはい、段ボールはね、層が一層、はい、そうそうそう、うん、そうそうそう。で面白いでしょ。そうそうそう。今爆笑してください。お願いすることじゃないんですよ、爆笑してくださいって普通は。はい、一層なんですが、これほら渡辺さんのように2つにしてもらっているので、ああ頑丈なんだ。そう、自立するのよ、このダンボール自体が。なるほど、分厚いですね、厚い段ボール。我々が知ってるダンボールではそうこの自立は生まれないんですか。なかなかね、ほにゃっとしちゃったり。確かに、なるほど、ね、ほんにゃらごっこみたいな、その刈り上げくん状態というか、ほんにゃらってしちゃったりとかするんだけど、ふわっとしてるで伝わりましたよ。大丈夫ですよ。そうだよね、はい、そうなっちゃうんだけども、この2層になることによって自立して、はい、それを長野から東京に持ってきて、東京の自宅で絵を描いてネタにしております。なるほど、そうなんだ。そうなのね。ラジオの方は伝わったのかな。うん、とにかく分厚い段ボールを使っているということは、そうでございます、ね、渡辺さんの、はい、まだまだいろいろ聞きたかったんですけど、はい、もうそろそろ中継は終わり。あ、終わりですか。いや、よかったよかった。よかったよかった。はい、最後ラジオの向こうの皆さんにもメッセージをお願いしてもいいですか。はい、メリークリスマス、ミサローレンス。ありがとうございます。引き続きね、年末、久しぶりのこう、ね、忘年会だったり新年会だったりもある方も多いと思うので、はい、お風邪ひかず、うん、常に喉ね、お茶ちゃんちゃんお茶ね、お茶をこう飲んでいただいて、はい、潤していただいて、そして時に、ね、うん、泣きたくなる夜、ちょっと辛い夜もあります。そういう時はメンバー君の、ね、ネタ動画見たりとか、はい、RCC ラジオを聞くと、うん、あなたのそばに寄り取って寄り取っ沿ってくれると思います。うん、そして、年始にはまたにっこりマークの2024を皆さんご期待しております。これからも健康ご多幸で優しい。ありがとうございます。ここまで中学生さんのステージをお届けしました。最初のカラサンさん、いかがでしたか。はい、私ももうもう中学生さん大好きで、もう中学生超えて小学生ぐらいから多分見させてもらってたので、ものすごくラジオで聞けて嬉しかったです。わー、うん、じゃあカラちゃんにははい、もみじまんじゅうお送りします。あ、本当ですか、ありがとうございます。あなたより持ってます。大好きです、もみじまんじゅう。はい、ありがとうございます。この後も夢タウン広島のステージまだまだ続きます。はい、ぜひ皆さんも夢タウン広島のステージ足を運んでください。さあ、ではですね、今24日今日の午後2時現在の募金金額お伝えします。なんとですね、
668,836円もの募金をお寄せいただきました。ありがとうございます。もう本当に1時間ごとに20万円ぐらい増えているという、もう本当に大変ありがたいです。ありがとうございます。皆さんの温かいお気持ち、ビシビシと感じております。さあ、そして募金もまだまだよろしくお願いいたします。募金箱は広島県内の夢タウン、夢マート、レクト、そして RCC 本社ロビーなどに設置しています。チャリティーミュージックソン放送中には夢タウン広島、夢タウン呉、レクトの3カ所に募金カウンターが設けられています。RCC ラジオのスタッフが募金を呼びかけていますので、ぜひお出かけの際にはご協力をお願いします。さらにお買い物を通して募金をしていただくこともできます。今日と明日25日の2日間広島県内の夢タウン、レクト、夢テラス、祇園など合計で16店舗で対象となる食品をお買い上げいただきますと、売上の一部がチャリティーに寄せられます。対象商品は50点となっています。詳しくは県内の夢タウン、レクト、夢テラス、祇園の店頭でご確認ください。で、また口座振込でも募金いただけます。広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫、広島市信用組合、広島県信用組合の各店で手数料無料で振り込みができます。で、その他スマートフォンやパソコンを使ったキャッシュレス募金にも対応しています。ソフトバンクのつながる募金、広島銀行のコイペイ、ドコモの D 払いはいつでもどこでも募金をしていただくことができます。詳しくは RCC ラジオのホームページをご確認ください。目の不自由な方へ音の出る信号機を RCC ラジオチャリティーミュージックソン本社第一スタジオからお送りしています。 RCC アナウンサーの七森博史です。目の不自由な方へ音の出る信号機を RCC ラジオチャリティーミュージックソン、皆様からの温かいご協力をお待ちしています。さて、 RCC ラジオのパーソナリティが目の不自由な方に取材してレポートをしていますが、続いては私唐沢がスタジオにゲストを呼びしていろいろと伺っていきます。さあ、今回来てくださったのはこの方です。広島県立広島中央特別支援学校中学部1年の坊田宗介です。はい、宗介くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。宗介くんは昨年もミュージックソンで演奏してくれたんだよね。はい、はい、そうなんです。じゃあまずはですね、私からプロフィールをご紹介します。宗介くんは生まれた時から目が見えない双眼球症ということなんですが、具体的には見え方というかどんな感じですか？本当に何もわからん、全盲です。光も見えません。うんうん、生まれた時からその光とかも入ってこない。そうです。はい、で、あのお友達の影響で4歳からギターを習い始めたっていうことなんですけど、はい、何年目になるんですか？ギターは9年目です。9年、すごい。なかなか一つのことを9年ってね、すごいことだよね。さあ、そしてあの練習も普段からしてると思うんですけど、はい、そのギターの練習はどうやってやってるんですか？先生がレッスンの時間に演奏をして、それを録音して、うんうん、でそれを聞きながら、はい、音を真似して耳コピーっていうんですけど、はい、そういうことをして練習していきます。なるほど、耳で覚えてそれをそのまま演奏する練習をしてるんですね。はい、で、はい、そうやって宗介くん練習を9年間してきたということなんですが、去年小学6年生の時に東京で行われたヘレン・ケラー記念音楽コンクールでクラシックギターを演奏しました。で、弦楽器の部で優勝で、さらに最高位のヘレン・ケラー賞も受賞されたんですよね。はい、で、その昨年のミュージックソンから1年が経ったわけなんですけど、今年はさらに活動の幅も広がっていまして、廿日市市で演奏会にゲスト出演してたんだよね。はい。で、私も行かせてもらいました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう、なんか1年前にも演奏を聞かせてもらっていたので、なんか、演奏もですし、なんかしっとりしたような感じがして、で、トークもすごい、あ、
大人になってるなっていうちょっと感動しました。 ありがとうございます。で、あの目の不自由な方と健常者とも関係ない日本ギターコンクール中級部門にもさらに出場されたんですよね。はい、そうですね。で、本当に活動の幅がどんどん広がってますけどこの日本ギターコンクール中級部門ですけど何人ぐらいの方が出場されたんですか？予選は分かりませんけど本選は38人ぐらいおりました。38人、予選を通過してから38人に絞られて、で結果は金賞いただきました。金賞なんですよ。すごいですよね。で、これ実質この金賞が2人しかいないんだよね。はい。だからもうミーという、もうものすごいことだと思います。で、早速じゃあやっぱそうなると皆さんもギターの音色を聞きたいと思うので、今日は何を演奏してくれるんでしょうか？今日演奏するのはフランシスコ・タレが作曲のラグリマという曲なんですけど、この ラグリマっていうのがスペイン語で涙っていう、意味になります。はい、スペイン語で涙。はい、ちょっとこのラグリマぜひ聞かせてください。はい、それではちょっと準備に入ります。準備します。準備。音を確かめる金属の棒で音をチェックしています。はい、じゃあ準備が整ったということでラグリマ聞かせてください。はい、私ずっとそわそわ汗汗してたんですけど、すごい心が穏やかになりました。
ありがとうございます。しかもなんか音の強弱とかその緩急がものすごいついてたなって思うんですけど、どうでしたか演奏してみて。あ、ちょっと緊張しました。あ、本当に緊張してた、はい、すごいなんか落ち着いて見えたし、でも本当全国の皆さんが聞いてくださってたりするので、いや、この音色を私はお届けできてものすごく自分が嬉しいです。あ、でこの宗介くん、今日のために多分練習とかもしてくれたと思うんですけど、今年から中学生になったということで、環境もかなり練習とかもいろいろ変化したんじゃないですか。そうですね、あの学校の環境も結構変化しましたね、うん、どんな感じで変わりましたか。あのクラスの人数がめっちゃ増えたのと、うん、あの検温部に入った、あ、部活を始めて検温部に入ったっていうことです。あ、いえ、軽音部にも入ったんだ。はい、そこでもクラシックギターをしてるんですか。クラシックギターじゃなくて、あの、はい、クラシックギターじゃなくて、うん、あのエレアコっていう、そのアンプっていう、そのスピーカーにつなぐアコースティックギターって言ったら分かりやすいと思うんですけど、おうおうおう、そういうのをやってます。すごい、新しい楽器にも挑戦してるんだ。はい、まあギターなので、うんうん、はい、まあそうですね。いや、すごいね。だってこのクラシックギターでもかなりの成績を残して、でさらに新しいことに挑戦してたり、でお友達も増えたり、すごい充実してますか。はいで、あと、あのこの前のミュージックソンでは、あの音の出る信号機について話してくれたと思うんですけど。そうですね、いっぱい喋りましたね。ね、3時間あっても足りないみたいなことを話してましたけど、っっけ、今も音は好きで聞いてたりするんですか。あ、聞いてますね。あ、でもなんか、あの、その、まあ、いろいろと時間がなくて、うんうん、時間がないのと、うん、あの、新しいことにハマったので、うん、あの、ちょっといろいろ、あの、YouTube 探して聞く時間がちょっとない。あ、そうなんだ。今まではこの YouTube でいろんな音の出る信号機、各県で違ってたりとか、世界で違ってたりとかね。そう、台湾の音響信号を調べたり。ね、してたけど、最近はじゃあ新しいことにハマってたりするんですか。そうですね。何が好きなの、最近は。いろいろあるんですけど、iPhone とか、うんうん、iPhone で、あの、いろいろスマホとかで使えるガレージバンドっていうアプリで遊んだり、うんうんうん、あの、シンセサイザーをいじったり、うんうんうん、あと、あの、今すごいハマってるのが、うん、あの、K-POP でストレイキッズっていう、あ、男性アイドルグループの、あ、そうです。の音楽にハマってるんだ。めっちゃハマってます。どんなところがいいんですか？あの、すごい長くなるんですけど、話したら本当に何分ぐらい必要かな。まあいいや、ちょっと簡潔に、ありがとうございます。ボーカルとラップと、うん、あの周りの伴奏の音源がもう、うん、あのぴったり合ってて、なんかそのあと、あのかっこいい、あのそのあの曲が、うん、かっこよくて、はい、あの音程バッチリのボーカルとすごいあの高速ラップがかっこよくて、うんうん、で、僕の推しがすごい低音ボイスで、その低音ボイスが大好きでハマって、ええ、はい、あ、ボーカルの低音ボイスが好きなのがきっかけなんだ、ね、はい、すごい、うん、そっか、宗介くんだから耳で聞いて、その人たちストレイキッズが好きだから、そうですね、そういう音 の、うん、周りの情報によると、あのダンスも、うんうん、あのすごい、まあそのまあ確かにダンスはすごそうな曲なので、はい、あのあれな、まあわかんないけどそんな雰囲気を感じるんですけど、うん、なんかその歌だけじゃなくてダンスも、うんうん、なんかかっこいいって聞いてます。へえ、ちょっとストレイキッズ宗介くん一押しなので、ぜひ皆さんも聞いてみてください。あ、で、聞いて、あとあの。やっぱりあのミュージックソンということで、音の出る信号機を1台でも私たち増やしたいなという思いで放送しているんですが、宗介くんにとって音の出る信号機ってどんな存在ですか。自分の身を守ってくれる存在ですね、うんうん、やっぱり音が出るのと出ないのだと全然違います。全然違う、例えばですけど、あの、うん、音が出ない信号機だと、この車の向きで、うん、あの赤か青かっていうのを判断しないといけなくて、はい、で車が
通らない時とかは分かんなくて、うん、それに人がいないと聞けないっていう、うんうん、でそれ人がいなかってでこれむやみに渡ると急に車が飛び出してきて事故になるみたいなことになるので、はい、やっぱり音が出る信号機は必要で自分の身を守ってくれるものですね、うんうん、命を守る上でもとっても大切な存在ということですよね、はい、本当にだから私たちも一台でも多く増やせたらなとこれからもどんどん呼びかけていきたいと思います。皆さんもぜひよろしくお願いします。でじゃあ最後にソスケ君の将来の夢とか目標ありますか？あ、将来の夢はクラシックのギタリストになることです、うん、クラシックギターでも結構順調な道をたどってるんじゃないですか？順調。まあまあまあ、わかりませんね。でも本当に私もそのコンサートに行かせていただいたりとか、ものすごく応援してます。ありがとうございます。で、来年もチャリティーミュージックソンにも出たいっていうふうに言ってくれたので、もしかしたら皆さんもまた来年もソースケくんの成長した音色を聞けるかもしれません。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃ広島県立広島中央特別支援学校中学部1年の坊田宗介くんにいろいろとお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれではここでですね、ヒデさんから曲のリクエストをいただいております。私が一番好きなクリスマスソングですが、唐島みどりのサイレントイブです。僕は音痴ですが、カラオケで初めて96点を出した思い出の曲です。すごい。唐沢さん、ぼちぼちで頑張れんか。ありがとうございます。それではお送りします。唐島みどりさんで、サイレントイブ。さあ、ここでお便りご紹介します。ゆうはるママさんから、さっきのソースケくんの演奏を聞いて、すごいすごい、とっても綺麗な音色、出だしの音で鳥肌立ちました。ソースケくん本当にすごい、ヘレン・ケラー賞も金賞も納得です。とっても優しく穏やかな音色が心にスーッと入ってきました。いや本当ですよね。私もなんかちょっと緊張してなんかバクバクしてた心臓もなんか穏やかに時間で切り替わったような感じがしました。ソースケくんありがとうございます。で本当ソースケくんはもっともっと話したいことが多分いっぱいあったんですけど、ね、いろんなことを私にいつも教えてくれて、その信号機の音がそれこそ県外に出ると違う音があったりとか、ちょっと激しめの信号機があったりとかするんですって。なので耳でいろんなものを聞いてるので、本当に私より何倍もそのなんかその音の違いとか高さとかものすごい分かって教えてくれるんです。でさっきも演奏とかいろいろ聞かせてもらいましたけれども、その他にもいろんなことも聞いているので、この後ももし時間があったらお伝えしたいなと思っております。あとお便りでいただいておりまして、ラジオネーム根荷物タイプさんは、唐沢さん長丁場ですが頑張って24時間走り切ってください。これから募金に行ってきます。音の出る信号機が一つでも増えますように、少しですが応援させてください。ありがとうございます。さっきのソースケくんのお話もありましたけど、本当にこの音の出る信号機が目の不自由な方たちにとってこの命を守るものになっているんだなっていうのを実感すると、ね、ものすごく私も募金頑張って呼びかけていこうという気持ちによりなります。まだまだ皆様からもお便り、募金、そして曲のリクエストお待ちしています。ぜひぜひお寄せください。今年のテーマは今笑顔が集まる時でお送りしています。目の不自由な方へ音の出る信号機を RCC ラジオチャリティーミュージックソン本社第一スタジオから生放送でお送りしています。さあではお便りもいただいております。ラジオネーム G ボーさんから、今笑顔が集まる時というテーマで募集していますが、久しぶりに集まった中学の同級生ミニ同窓会が秋にありました。しばらくはやはり集まれなかったのですが、クラスメートでなかった人もいて、当時の話をすると次々と会話が出てきました。あの先生が怖かったとか、実はあの子たち付き合ってたとか、おじさんおばさんになって容姿はかなり変わっても当時に帰って笑顔いっぱいの時間が楽しかったですね。いやこういう方多いんじゃないでしょうかね。久しぶりに同級生とか友人と集まれたっていう方も今年は多かったんじゃないかなと思ってます。で私も
同窓会というか、あの会社の皆さんとずっとあのコロナ禍に入社して飲み会をご一緒できてなかったので、今年1年コロナが5類に移行してからものすごく飲み会増えました。で、あ、先輩のこの笑顔というか口元ってこんな感じだったんだって思ったりとか、あとはそれこそあのチーボーさんと一緒なんですけど、あの人とあの人実は昔いろいろあったらしいよとか、なんかそんな噂とかも聞いたりして、あ、そうだったんだ、意外だなとか、ものすごい新しい発見がありました。で、楽しい時間であるとともに、なんかその後の仕事でご一緒する時もちょっといろいろ質問しやすくなったりとか、そんな感じがしました。だから、あ、よかったな、新しい先輩たちと飲みに行けてとか思ったりした1年間でした。そしてですね、サカドンさんからも、今年もミュージックソンが聴けることを嬉しく思います。部屋の大掃除をしながら聴いています。24時間の長丁場ですが、唐沢さん、スタッフの皆さん頑張ってください。先日 D 払いで微力ながら募金をさせていただきました。私自身網膜色素変性症という病気で生まれつきの視覚障害があります。今は広島中央特別支援学校でアンママッサージ師、視圧ハリキューを育成する理療科で先生をしています。本校にも取材に来ていただきありがとうございます。恥ずかしくて唐沢さんの取材に伺うことはできませんでしたが、生徒からいろいろな話ができて楽しかったと話を聞きました。先日の御前様様の放送も聞きました。当事者としてミュージックソンが盛り上がり、音の出る信号機の設置ができることはもちろん、視覚障害について多くの方に知っていただく機会になればと思います。丁寧にありがとうございます。そうなんですよね、この特別支援学校に私もあのミュージックソンの前に取材に行かせていただいて、その細川先生という方が毎年あの私たちに案内とかをしてくださるんですけど、もう生徒たちが元気すぎてびっくりするよっておっしゃってて、もう本当にその通りでした。教室にあの私の取材に答えてくれるっていう方がたくさん集まってくれたんですけど、小学生から大人の方まで30歳ぐらいの方まで集まってくださって、本当に皆さん元気でしたね。パワフルで、こっちがちょっと圧倒されちゃうぐらいの元気さでした。で、ものすごくあのやっぱりいつもあのお話しすることで相手に何かを伝えることが多いので、本当あのおしゃべりがものすごく上手なんですよ。なので、あ、なんかすごいラジオ向きだなって思ったりもしたんですけど、端的な言葉でパッて言ったことがものすごく自分の中にスッと入ってくるような言葉選びを皆さんされてるんですね。なので私もちょっと見習わなきゃなって思ったことがたくさんありました。で、そこでもこの目の不自由な方についていろいろと教えていただいて、その目が不自由と一口に言っても、見え方、目が左と右で違っていたりとか、人によってはその中心が見える方とか外が見えるとか、皆さんもチャリティーミュージックソンずっと聞いててご存知かもしれないんですけど、私はもう具体的に自分が実際に会って聞くっていうのは初めてだったので、なんか、あ、ものすごい勉強になるなと思って、だからその取材をする時も左側に立ったら聞きやすい子とか、あとは右側にいたら見える子とかもいて、なんかいろいろそれぞれあるんだなと思ってものすごく勉強になりました。ということで、今年のテーマ、今笑顔が集まる時で皆さんに募集をしています。メッセージのリクエストなんか、そして曲のリクエストもお待ちしております。目の不自由な方へ音の出る信号機を RCC ラジオチャリティーミュージックソン本社第一スタジオからまだまだ生放送でお送りしていきます。